ずっと前からある我が家の恒例行事、写真を見返すとお姉ちゃんお兄ちゃんとケーキを囲んだ写真ばかり。言葉にできるなら少しはマシさ、互いの胸の中は手に取れるほどなのに、震える瞳が語りかけてた、出会いがもっと早ければと、I miss you 許されることならば、いっそ忘れたいのに、忘れられない全てが、いや間違ってないです。I miss you 許されることならば、抱きしめていたいのさ、光の午後も星の夜も、もうベイベー。あれ、俺カラオケ枠に来たっけ。でははい、どうも皆さんこんばんは。何このいつもこの始まりがよくわかんない、お決まりの形になってますけど、はい、はい、オープニング曲は今日は、はい、久保田利伸のミッシングで、なんでこの、はい、ね、久保田利伸ばっかりなんやっていう ね、はい、バラード好きのまっちゃんということで、そうなんです、はい、はい、そんな感じで今日もお送りしておきます。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日も社員対決下克上ということで、はい、お送りしていきたいと思いますんで、はい、お付き合いのほどお願いします。はい、お願いします。大丈夫ですか、松原さん回していただく、いただける感じですか。俺 MC いらない感じですか。いやいや、大丈夫ですか。いつも通り進行お願いします。勝手に始める。はい、いやいや、どっちでも大丈夫ですけどね。はい、ということで、ね、キコーナチャンネル火曜大当店リアル社員対決新下克上ということでね。はい。はい、本日も頑張って、行きたいと思います。はい、キコーナ大当店をより盛り上げるべくね、赴任してきた新店長、そうなんです、ムック店長。そうですね。お願いします。はい、いや、なんかすごいの作ってもらってますね、ムック店長。すごいでしょう。はい、超いかついですね。今日来るときね、表の道路のところにね、でっかいビジョンがあるんですけども、はい、そこにもね、私が新店長ですっていうね、この顔がですね、この顔がですね、はい、このね、この顔がですね、ドドーンと出ててですね、いやーすごいなーって思うね、はい、周りへのアピールも100、もう完璧だなって感じだったんですけども、はい、今日は一応ね、はい、店長お出迎えということで、まあ、はい、こういったものも作らせてもらって、あ、なるほど、本日はね、営業だったんですけど、なるほど、本当にたくさんのね、お客様にご来店していただいて、はい、そうなんですよ、はい、盛り上がりましたね、店内盛り上がったですよ、盛り上がりましたね。今日でその、はい、出玉のね、はい、今日の営業の、はい、ランキングをちょっと今日作ってきましたんで、お、なるほど、発表する感じですか、読み上げたいな、なるほど、わかりました、どうしましょう、トップ10で、はい、じゃあトップ10、はい、はい、じゃあまずパチンココーナーからいきますね、はい、第10位、はい、10位 CR ガロファイナル、ガロファイナル、はい、108番台、108番台、はい、が、サダマですね、はい、サダマで、はい、33,540発、お、これ第10位です、はい、サダマですからね、はい、本当のサダマですからね、そうです、それで第9位それあれですか、パツで大丈夫なんですか、キコじゃなくていいんですか、キコにしときましょう、キコにしときますか、はい、今さもう言っちゃった後ですけどね、はい、キコでいきます、了解です、じゃあ第9位、はい、海物語 in 沖縄ですね、はい、SB の256番台、はい、こちらが 35,860 キコ、おー素晴らしい、はい、3万5000オーバーということでね、はい、続いて8位、はい、同じくスーパー海の語り、長いんで5位ぐらいからやっていただいてもいいですか、はい、海のもう大盤ポンとぐらいで、はい、了解です、はい、ポンポンポンといきましょう、ポンポンポンといき、はい、それが 42,230 発です、なるほど、はい、第7位は、ね、はい、4万キコね、はい、またいっちゃった、はい、第7位ライダー、はいはい、42番台、はい、44,260 キコ、おお素晴らしい、はい、6位さだまで4万キコすごいですね、そうです、ルパン三世6位ですね、はい、これが 45,790 キコ、おお、はい、第5位、ね、またもやライダー、はい、33番台 46,750 キコ、はい、キコキコやね、はい、そうなんです、こっからがすごいんですよ、はい、こっから、ここから、はい、第4位なんですけど、はい、こっから上全部北斗の拳覇者です、おお素晴らしい、はい、でまず第4位が、はい、5番台で、はい、47,310 キコ、
はい、第3位、58万台北斗覇者4万8030匹子、はい、4万8000、はい、続いて第2位、はい、北斗覇者で10番台5万1540機構、はい、いやーすげー。で第1位、はい、ハイアル第1位は、はい、北斗の拳覇者15番台出た、はい、なんと突然やるのやめてもらっていいですか。なんと7万3090機構、7万3090機構です。出た覇者7万3000機構ですよ。7万吸い込みましたって話じゃなくて。いや違います。マジですか、はい、15番台。いやすごいですね。すごいんですよ、まあ、スロットはもう5位ぐらいから、ね、あすいませんちょっと時間の、はい、そうですね、はい、覇者出てたねって言われてますね。やっぱミラあ今日来た方ね、今日出てたねって言われてますね。すごいです。うち子だけ出てたとか言われてますけど、そんなことないですね。はい、そんなことない。いやすごいですね。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、はいはい、では第スロットの第5位からいきますね、はい、獣王、はい、787番台、はい、7039機構、おお、はい、素晴らしい、はい、続いて第4位が、はい、バラエティーコーナーにある麻雀物語ですね、はい、麻雀がバラエティーから、はい、864番台、はい、7272機構、おお素晴らしい。続いて第3位、はい、エウレカセブンですね、はい、822番台が7303機構。おお、なるほど、はい、ありがとうございます。そして第2位、同じくエウレカセブン、はい、818番台で7444機構です、ね、はい、おお、なるほど、ありがとうございます。そしてスロットコーナー本日の栄えある第1位は、はい、スロット吉宗、はい、ありがとうございます。吉宗、吉宗、はい、665番台で、はい、8134機構、はい、ありがとうございます。素晴らしい、もう本当に今日はね大盛況の、はい、そうですね、一日でしたね。たくさんお客様ねご来店していただきまして、はい、一応ね稼働率で、キコーナーで、ね、はい、本日1位台頭です。はい、56店舗あるんですけども、キコーナー全店の中で、全店の中で、まあ、ちょっとね関東グループ見てないんですけども、はいはい、兵庫大阪の中野稼働率1位でしたね。おお素晴らしい、ありがとうございます。たくさんの、ね、お客様来ていただいて本当にありがとうございますということで ね、はい、本当にね、はい、私の愛を感じていただけましたそうですよいや愛を感じていただけたかと思いますね。直球の愛をね、直球の愛を、はい、感じていただけたということで、今日ねホール私出てたんですけど、はい、もうね、はい、走りまくりで、もういやまあそうでしょうね、そんだけ出てそんだけお客様ね、ひっきりなしに稼働していただいたりとか、もう、ね、はい、すごい楽しかったですね。なるほど、まあ、そうなりますよね、はい、分かりましたね、ありがとうございます。上演はどれもパチパチパチ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ本日、はい、リアル社員対決下克上、はい、何で対決しますか。今までは、はい、20円スロットコーナーで、はい、まあ、1機種特化型で、はい、お送りしてたんですけれども、はいはい、まあ、今回は、新下克上ということで、はい、まあ、ちょっと今日は番外編と、いうことでですね、番外編、はい、本日は5円スロットを、はい、2人で下克上、2人で下克上、まあ対決と2人で下克上、大度はあり、なるほど、5円スロットにて対決したいなと思ってるわけなんですよ。わ、はい、かりました、はい、ゴスロー、はい、すいません、何台全部であるんですか。ゴスローは52台ございます。52台、はい、はい、でスロットコーナートータルで288台あるんですけれども、はい、そのうちの52台が、はい、5円スロットとなっております。はい、はい、で、まあ、今日のルールなんですけれども、はい、まあ、今まではその1機種特化型でやってたんですけれども、はいはい、今日に関してはちょっともうお互い好きな台を打つと、はい、で気に入らなかったらもう大移動 OK。 おー、なるほど、そうですね、はい、ゴスロー全てを使ってとにかく今日は出玉を獲得して勝ちに行くと、そうですね、いうことで、はい、なるほど、ちょっと遠いんでね、はい、ちょっと遠いんで邪魔するっていうのはしにくいんですけどね。あ、そうですね、店長得意の横からやめてやめて横から ね、手癖の悪いあれが今日は見れないかもしれないと、そういう意味ではちょっと安心ですけど、ね、はい、いやいや、はじめは近くにいますので、そうですね、はい、いいんじゃないですか、こう走っててバーンと押せばいいんじゃないですか、はい、やめてください、はい、あとですね、本日から私どもの役職ですね、はい、ちょっと自己紹介一人ずつしていこうかな、はい、と思っておりますので、はい、本日はね、はい、男前担当来てますので、前から出そう出そう思っててなかなか出せなかった、はい、うちのイケメンをね出したいと思います。そうですね、女子の視聴者の方に向けて、いや、そうですね、本当にね、ぜひ見ていただきたいなと。すごいですよ、はい、皆さん、はい、甘い顔してるんで。あ、そうなんですか。早速呼びましょうか。わかりました、はいはい、じゃあお願いします、どうぞ。はい、お願いします。はい、どうも。
ちょっとカメラに向かって、じゃあ、はい、カメラ、いやいやいい、カメラちょっと、ちょっと、はい、カメラに向かって自己紹介、はい、あ、僕男前って言ってます、はい、違う違う、通訳、通訳いらないです、通訳いらないです、自己紹介させていただきます、はい、元気よく、はい、副主任の小島と申します。小島主任、小島副主任、はい、イエーイ、男前、男前、男前。ちょっとアップ寄った方がいい。あ、寄ってます、寄ってます。だいぶ、だいぶ寄ってます、だいぶ寄ってます。はい、だいぶ寄ってます。いや、寄りすぎ、寄りすぎ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫ですよ。はい、大丈夫ですよ。はい、小島副主任ということでね。でもすごいでしょ、皆さん。どうですか？彼氏いるの？って聞かれてますけど。彼氏、彼氏、ちょっと。彼氏は、僕は彼氏は。はい、いない。あ、彼氏はいないということで。彼氏はいない。あ、なるほど。このイケメンモテるだろうって言われてますけど。あ、モテますね、はい。きっとマダムからコーヒーの差し入れもらってるんだぜって言われてますけど。いや、そういうことは一切ございませんね、はい。そういう経験は今のところないということでね。はい、わかりました。いや、本当イケメンですけどね。ありがとうございます。はい、女子。本当にお客様からもね、はい、小島を呼んでくれ。ああ、なるほど、イケメンなんで。言われるんですよ。ああ、そうなんですか。はい、ああ、なるほどね。はい、はい、まあ、それぐらいイケメンということで、はい、人気者ということでね。はい、はい、羨ましいですね。ぜひ ね、男前担当の小島、はい、覚えていただきたいなと。なるほど、覚えていただいてね。ですから。あ、小島春。小島春。あ、小島春ですね。ホールで見かけた際は小島春。わかりました。と呼んでいただければ。わ、はい、かりました、ね、彼氏立候補しますという方が今いらっしゃいますけどね、はい、ホモ系の方からね熱い支持が得られてる感じですけどね。まだあのピチピチの23歳、はい、お若い、はい、素晴らしい、はい、23歳です。なるほど、キャーキャーって言われてますけどね。まだまだ、はい、まだまだいきます。なるほど、笑顔見せ、笑顔、はい、笑顔、小地春の笑顔、あ、いいですね、はい、今これ女子がキュンとなった瞬間ですね、これね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとう、はい、じゃあ、はい、頑張ってホールであの見かけた際は小地春、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。またこういうふうに、あの、はい、うちの役職を一人ずつまた紹介していきたい。なるほど、いろんなね、はい、面白いキャラクター、ね、かっこいいキャラクターが、ね、はい、いらっしゃるということで、はい、よろしくお願いいたします、はい、店長の方がイケメンだぞって言われてます。ありがとうございます。はい、そのおでっか使っても何も出ないよ、本当に、これ手間うやろってね。いや、おかしい、ちゃんかわいい、ちゃんかわいいが、はい、ますけどね、はい、じゃあどうしますか。じゃあ早速、早速いきます。ちょっとゴスロのラインナップ、あ、そうですね、ご紹介しますか。はい、いただきますか。はい、大丈夫ですよ。行きましょうか。はい、まあまあまあ、いろいろ本当にね、はい、多機種揃えているんですけれども、はい、ちょっとじゃあ移動放送ということでね、ちょっとガラガラと移動してみたいと思います。まあ、まず当店の5円スロットコーナーを知るにあたって、はいはい、大まかに2つ分類されるんですよ。なるほど、この半、こちらから半分ですね、はい、こっちはバラエティというよりも、はい、例えばここがテイルズでテイルズオブデスティニー、はい、ありますね。これ3台並んでる、はい、でこっちその隣は戦国乙女、はい、こっちは4台、はい、その、奥が AKB48 3台と、はい、まあ、5円スロットって普通ね、バラバラに置いてあって、はい、オールバラエティみたいなのが多いですけど、ね、普通やと思うんですけれども、はい、その対面こちらは、ゼーガペインがあって、はい、ボンバーパワフルがあって、花の刑事があって、はい、北斗転生があると。なるほど、ちょっとまとめてるんですよね、はいはいはい、機種を固まってますね、はいはい、これまとまってるっていうのが、一つ、まあ、この半分、はい、うちの5円スロットの特徴と覚えていただいてもらえればいいかなと。はい、そうですね、はい、片や、はい、片やこちらの半分ですよ。はい、まあ、こちらがね、はい、本当にバラエティーっていう形で、バラエティーコーナーということでね、はい、いろんな台設置しておりますので、はい、ぜひね、売っていただきたいなと思いますね。なるほど、まあ、懐かしの台も結構ありますので、はい、そうですね、そうですね、はい、見てください、メタルスラックとかね。あ、メタスラありますね。メタスラありますし、はい、ニューパルサーとか、ニューパル、ね、はい、あとは北斗の初代とか、そうですね、レイブ、レイブ、萌え、萌え系もありますし、鉄拳もまだ現役で動いてますね。鉄拳ありますね、はい、まあ、こういった感じで最新台も、はい、まあ、最新台というか、まあまあまあ新台も入れてますんで。なるほど、はい、まあ、そういった意味でもご縁するとちょっと存分に楽しめるラインナップになっているとは思います。なるほど、はい、わかりました。じゃあ今日はこの辺をもうどんどん打っていくというような形でよろしいですかね。そうですね、はいはい、じゃあなんかね、あのホームページやめてください本当にねあのPワールド見ていただいた機種構成載ってますんで、はい、載ってます載ってます、はい、もしこれ打ってほしいみたいなのあったら、じゃあそれやっていただくとかでも、はい、いい感じですか。そうですね、はい、大丈夫ですね。わかりました。じゃあね、ぜひね、はい、いろいろご要望いただければ可能であればね、それをちょっと打っていこうかなっていう感じになりますんで。わかりました、はい、じゃあどうしますか。じゃあ、はい、まずは
まずは、はい、何からいきますか。ちょ、私の個人的な要望として、い、ね、メタスラック打ちたいんです。メタスラ、えらい個人そんなに大好きなんですか、メタスラ。すいません、はい、スロットは打ったことないです。あ、打ったことない。完全初見 で、 あ、そうですか。情報も何もないんですけど、はい、昔ねゲームセンターでこのゲームめっちゃやったんですよ、はい、あ、 SNK のゲームありましたね。そうなんですよ、はい、まあ、そういう意味でちょっと懐かしいから、はいはい、この機会に打ちたいなと。なるほど、思うわけですよ。わかりました。そうですね、いいですかね、はい、もうまっちゃんがそこを打つ言うんで、僕は必然的にね、はい、邪魔したいので、はい、ああ、なるほど、邪魔する、行こうかなと。邪魔するというだけの理由 で、 でまずは隣からスタートしようかな。なるほど、9北斗、九星四伝説。そうですね、いく感じですか。まあまあまあ、大移動も今日は OK ということで、はい、わかりました、はい、ちょっとね、たくさん今コメントでご要望いただいてるんですが、じゃあこの後ね、またこれだけじゃなくて他の機会も打ちますんでね、そうですね、はい、やっていきたいなと思います、はい、はい、重要なことを忘れてましたね。お、何ですか。本日の罰ゲーム、はい、あ、罰ゲームですね。罰ゲームは最後で、あ、最後でしましょうか、はい、ね、わかりました。今日も罰ゲームね、はい、ご用意させていただいて、用意はしてるんで、はい、ご用意させていただいてますんでね、はいはい、そしたらじゃあ行きましょうか。バジがいい、バジがいいという声が聞こえましたね。はい、バジはじゃあ後で打っていただけますか。後で動きますね、はい、わかりました、大丈夫ですか。私がバジ動きますぜ、はい、ちょっと待って、バジ何、いや何、俺がバジを打ちたいと。いや、バジも大好きなんですよ、はい、本当に。いや、知ってますよそれは本当に、はい、前も相当ね熱く語ってましたけどね、はい、そうそうそう、はい、どうするんですか。いや、まずはここからメタスラスタートしたいなと思います、ね、はい、なるほど、わかりました。後々、はい、ご要望にお答えして大移動もしていきますので、わかりました、了解です、はい、じゃあちょっと待ってくださいね、準備しますね、はい、はい、店長カメラはこっち向きにしますね。ちゃんとロックしてくれたよね。はい、しました。まあ引きだけで勝つからいいけど相変わらず豪語しておりますけどね、本当に ね、大丈夫ですかね、本当に。今日こそ、はい、左手芸見せよ。左手ごと今日発動するということで、ね、そうですね、はい、なるほど、右手はこう、ちょ、ほんまに、それほんまにやめてほしいですはい、じゃあよろしいですか、はい、はいはい、こちらのカメラに向かって、はい、はい、いつものようにね、気合をぶっ込んでいただいてからスタートしたいと思います、はい、よろしくお願いいたしま す、お願いします、はい、それでは、キコナチャンネル火曜大都店リアル社員対決新下克上、本日はゴスロコーナー何でも対決となっておりますので、頑張って打っていただきたいと思います。それではシダ対決スタート、お願いします。あといきなりいきなり箱を倒すというね、いやー手癖悪いですねムック店長、すいません、恐ろしい男ですね。それを生きがいにしてます、はい、なるほど。ちょっと久々なので何を狙っていいかがまず分からへん、はい、あ、北斗ですか。北斗何やっけ、はい、旧北斗は中押しですよ、とにかく中押しの中押しで赤七とかで赤七、そうそうそう、そんな感じです。そう、これスイカ取りこぼさんの、いや、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ということでね、ムック店長が旧北斗、北斗の拳転生の章ですね。で、まっちゃん、主任まっちゃんが、メタルスラック3と SNK という、はい、形で本日シダ対決スタートとなっております。そうなんですよ。まあ、何し、はい、私メタルスラック初見なんで。はい。全くわからないと言います。全くわからない、はい、大丈夫ですか。ちょっとコメントね、たくさん本日も早速いただいておりますので、ちょっとコメントを、はい、読んでいきたいと思います。了解です、はい、ちょっと待ってください、ね、よいしょ、はい、ということで、本当にね、たくさん最初の方からコメントいただいております、ありがとうございます、はい、はい、今日は出てたねって言われてました、ありがとうございます、はい、おめでとうございますということでね、こんばんは、今日はゴスロかということでね、はい、今日はゴスロ対決になっております、はい、はい、好きな台で大移動 OK か、面白いなって言われてますね、はい、ぜひ最後までお楽しみください、はい、はい、営業外なんだからゴスロも20スロも関係あるかって言われてますけどね、いやいや、コーナーコーナーってことでね、はい、あ、今日は離れて打つんでねって、ボタン押せないけど、その代わり箱を奪うんだろうなって言われてますけどね完全にバレてますねこれね、いやいや、はい、散々いろんな技を駆使して勝ちに行く、なるほど、ほんまにやめてほしい、全ての技を使ってね勝ちに行くということでね、そうですね、はい、全ての技を使いたいと、なるほど、思ってます、わかりました、店長がついていくっていうのもありだなって言われてますけど、ね、ああ、全然ついていきますよ、そうですね、どこまでも横にね、ぴったりマークしていくっていう作業もね、はい、ありかもしれないですけどね、窓間際って言われてるんですけど、窓間際ゴスロにはまだ入ってないんですね、はい、バレティコナには1台あるということで、そうですね、はい、
合計6台あるんですよ、窓周りは、はい、で5台島のところにあって、はい、ひっそりと1台バラエティにもいると、なるほど、はい、いう形になっております。窓間際はオール1で稼働中でしたけど、そんなことを、まあ、設定の話はやめとこうね、はい、このイケメンモテるだろうってね、きっとマダムからコーヒーの差し入れもらってんだよ、いやほんまにね、かっこよかったですね、コジハル、はい、店長候補生かって言われてますけど、候補生お店長候補生なんですか、ね、ああそうなんですか、マジか、男前候補生です、男前候補生ということでね、はい、イケメンは打つのかって言われたんですけど、イケメンさんはイケメンはあの、はい、今事務所で仕事してます、ね、ああなるほど、まだお仕事が残ってるということで、ね、はい、まあじゃあそのうちね、もしかしたら出ていただくことがあるかもしれないということでね、そうですね、はい、そのうち全員出てきたいなと思います、ね、なるほど、次々ね打っていただく形にできればという感じですね、これ何ですか、はい、激戦モードって、激戦モードなんていうの、番長でいう特訓みたいな、特訓、そうそうそう、前兆みたいな感じですかね、前兆みたいな形ですね、はい、すいません、俺もちょっと全然メタルスラックよくわかんないんですけど、おっと、はい、これチャンス目ってやつじゃないの、店長の方がイケメンですねって、店長の方がイケメンだな、ところで明日の設定をこっそりって褒めた後でね褒めたから教えろよみたいなこと言われてますけど、あ、ドキ、はい、言っちゃうかも、いやいやいや、それはダメ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 、危ない危ない、おっさんしか見てないのが残念だな、熱いんちゃう、それそれ熱い、今ね2ゲーム連続でこれ、はい、チャンス、おそらくチャンス目やと思うんですけど、濃い出目ですけどね、はい、はい、ジュルリってなんかよだれ垂らして、イケメン見てよだれ垂らしてる人いますけど、ね、はい、いやほんまにイケメンなんですよ、いやほんまにイケメンなんで、かっこよかったですね、本当にね、ぜひね、はい、見に来ていただきたいなと、なるほど、ね、これは明日ゴスローオール6に間違いないなとか言われてますけどね大丈夫ですか、本当にね、まあまあね、その辺はね、設定の話がねやりできないんですよね、やっぱりね、そうですね、はい、もうまあそういう感じでね、これ何これ、ドキドキしてる、当たった当たった、ドキ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 柄、それってエセ、あしかも次回予告、まあ、関係ないよ、もうそれ次回予告、次回確定、おー確定、素晴らしい、そういうの真ん中から押しても来るもんやから多分あれですね、俺知らなかったんですけど、 SNK の激アツ柄がドキドキ柄ってことなんですか、なるほど、はい、そういうことですね、多分そうですよね、わかりました、確定と出てますね、おめでとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、ありがとうございます、幸先いいですよ、店長今日も邪魔してよって言われてますね、はい、お任せください、はい、店長が勝ったらスローコーナー前代後設定だなって勝手に決めつけてる人いますけどね、バジ2あテイルズなんてゴスロでも打たないわ、撤去してやって言われてますけどね、いやいや打ってくださいね、結局何台、3台ありますよね、3台です、はい、大丈夫ですよ、テイルズマニアの方ねお待ちしてますんでね、久々に見たね、中中、おー、中段チェリー、中段チェリー、はい、え、これ何もう狙うのかな、狙うとかな、違うでしょ、まだナミが出るまでは準備中じゃないですか、7を狙えて、なるほど、いや、バトルは楽しいからゴスロで打つくらいがちょうどいいって言われてますね、ありがとうございます、はい、バジ2行こうで、ツインあるって、ツインはね、ツインエンジェルはありましたっけ、ツインエンジェルは ないんですよ、ないですね、はい、ただ、モエスロなら、はい、プリズム7、プリ7、はい、スカイガールズ、スカイガールズあたり、そうですね、はい、ありますね、萌え系確定してから長いね、めっちゃ長い押し順間違うからちゃう、いや、そうや、絶対そうや、あフッキータイムが入ってるってことですか、来ましたね、青7 しかもオート、オート揃いということで、オート揃い、はい、店長の邪魔しても残念ながら揃ってしまうということでね、あ、もう一歩手前で邪魔するべき、そうですね、これ何、だいたい何、だいたい 何タイプなの、店長さすがって言われてますけどART 特化型か今ね、まっちゃん主任は解説の表を見てたんですけどね、もう良さなく回されるという40ゲーム1セットなんですね、みたいですね、はい、っていうことはおそらく継続率で管理されてるんかな、はい、なるほど、ホームペからラインナップ見たらオーロラじゃない緑丼とかあるのね、オーロラじゃない緑丼なんかあるんですか、あ、すいません、はい、オーロラじゃない、オーロラじゃない緑丼の前のビバアマゾン、あ、そうそう、ビバ丼、ビバ丼ある、ビバ丼ないです、あ、ない、ホームページが更新されてないってこと、いや、更新してますよ、あ、そうなんですか、はい、あ、どっか別のとこ見てらっしゃるってことですかね、はい、多分そうだと思う、残念ながらビバ丼はないということでね、そうなんです、申し訳ございません、ツイン3も残念ながらないということでね、はい、はい、セイヤはセイントセイヤ、セイントセイヤ、あ、
ちょっと前に外しちゃいました、ね、あ残念ながらね指示が得られないという理由でね、はい、外してしまったということで、はいはい、さあシーンお、あ見事ミルクということでおめでとうございます。いやそれはチェリーとスイカ来たらねそれは来るわなって感じですか。見事激闘ランブゲットということで素晴らしい、いい、どっちも譲らないいい展開ですけどね。そうですね、はい、この時間でも横が気になるんですよ自分の台よりほんまにもうやめてくださいねいたずら大好きということでね、はあ、お願いしますね。もう店長バジ2行こうぜって後でねバジ2行かせていただきますんで。そうですね、はい、バジ2私が行きます。お店長には打たせないということでね、はい、いやもう私タバコ置いてますから大丈夫です掛け持ち遊戯は禁止ですよ本当にお願いしますよダメですよ、はい、萌えゴッドことプリズム7をって萌えゴッドなんだ。へえ、プリズム7ってそんなあれなんですか、辛いっていうかゴッドみたいな荒波の機械なんですか、はい、俺全然わかんないんですけど。確かね、はい、機械割りが高設定めちゃくちゃ高かったと思うんですよ、はい、なんで高設定は比較的、はい、ね、そのまま出るんですけど、はい、いかんせん低設定の吸い込みが結構、あー、なるほど、はい、結構ダイソンですということでね、はいはい、なるほど。バズリスク打って バイオ5打ってほしいと思います、ね、バイオ、はい、バイオもありますよ当然2台に、ありますんで。あ、バイオハザード、ね、5スロに2台あります。なるほど。プラネット、プラネット、プラネットなんてないですよ。プラネットはないですね、はい、だけど私プラネット昔の一番初めのプラネット好きでしたけど ねプラネットはないんですけど、まあ、買えるパルスありますんでね、はいはい、まあ、その辺ぜひ後で打っていただければと思います。なんか A タイプとか液晶のないジャグラーとかもねこういう機械じゃないとなかなか打てないんで、そういうのも面白いかもしれないですけどね。ゲーム知ってるならがっかりするからやめとけって言われるんですけどねそんなことないですよ、はい、重要なこと今日店長は今日も邪魔しますって言われて、いやほんまに邪魔しますよ、はい、間違いなく、はい、ほんまにね、はい、それだけが怖いんです、まあ、このレバーを隠してるというね、そうそうそう、あもう塞いでますから ねレバーね完全に防御しながら打ってる感じですけどね。さあこれで40ゲーム終わりましたけど、あっさり終了ということで。え、そんなあっさり終わるの？ ART には入らない。確かね、継続バトルとかない、継続じゃなかったような気するね。あ、そうなんですか。へえ、クレアあったら打ってほしいんだけど。あ、クレアの秘宝伝はありますか？ない、ないですよ。あ、ダメ。罰ゲームは昨日と一緒にしようって言われてますけど、罰ゲームね昨日ね梅北店でデスソース餃子を食べていただいて、店長間違えて飲み込んじゃって本当に大変なことになった大丈夫ですかね、多分今日死んでるんじゃないかなって思います。おーっと ART メタスラッシュ、メタスラッシュ確定と出ましたね。あれ継続タイプなんかな、これで多分2セット目ですね。なるほど、登録ミスもあるし、登録しないされてない時もあるから実際に行ってみるべしということで、まあまあそうですね、申し訳ございません。なかなかね落ち着かない時とかねありますね、ぜひお店来ていただいて確認していただければなと思います。こっちが揃ったらいい。ああなるほど、じゃなくてマジか、近いうちに実際行ってみるわということで、ありがとうございま す, いますぜひ、ね、ぜひ、はい、来ていただければなと思います。さあ懐かしいですね、バトル北斗ラオウとのねバトル、今のバトルはね、はい、SP バトルになっちゃいましたけども、百裂拳出せ、この時はねきっちりラオウと戦うということで。さあ蹴り、あー止めて、止めて継続ですね。いやー懐かしい、あージャクシェリーですね、しかも。ありがとうございます。てかまた紅白饅頭食べようぜって言ってますよ。紅白饅頭。北斗の音がうるさすぎて、あ聞き取りづらいですか。聞きたいね。ちょっと下げます。はい。ちょっと下げていただいて。視聴者の方はどうですか。うるさいですかね。あどうですかね。大裏大音はちょっとうるさいかもしれないですね。扉が開いています。扉が開いています。扉が開いています。
店長ごと、ごと店長公認ですか、あざーって言われたけどダメダメダメだから裏で松浦も打とうってもうカメラ2台しかないから。あっちゃ音量どこやったこれ。中押し黄色ってやってます。ベタスラだって。旧北斗は中押し黄色7でいいろって。あ、黄色7か。どっちも果てしなくハマってボナ引いたもん勝ちなんて勝負ならないやろうかって。一応ね、すでに2人ともボーナス入ってますということでね、はい、誰赤ななって嘘ついたの、はい、素晴らしい。まっちゃん勝ったことあるって話ですけど、勝ったことありますよね。あります、あります、はい、結構勝ってましたよね。細やん店長との戦いの時はなかなか結構勝ってた。細やん店長とは5戦して3勝2敗で勝ち越してますから、はい、そうですね。ね、謎のオカルト打ちがね、凄まじくはあの火を吹いた時もね、はい、あったんでね、あの YouTube に全部上がってますんで、そうですそうです、はい、気候なチャンネルで検索していただいて、火曜大東というのね映像を見ていただければ、はい、抹茶の活躍も見ることができるようになってますんでね。そうですね、はい、ただもうオカルトなんて必要ないんやけどね。お、そうなんですか。黄金の左腕があれば、あ、自分の引きさえあればね、そうオカルトなど必要ないと。そう、そういうことに頼ることなく。なるほど。オカルトに頼るのは引きがないやつだと、いうことを言ってますけど、どうですかまっちゃん。いや結構ね、その、はい、レバーオンって重要でしょ、はい、だって。あ、そうですね。おっと主任入った初代は世紀末救世主伝説。そうですね、まっちゃん買ったことは、バラエティの窓から設定入れてって言われますけど、ね、あ、はい、検討します、はい、ご要望として受け止まります。はいはい、イケメンは店長の手先だから抹茶の邪魔担当してほしいな。いやほんま邪魔担当ってよくわかるんですけど、はい、プライベートでも打つのって言ってますけど、店長プライベートでスロットは。プライベートで打ちますね。あ、打ちます。何でも打ちますね。何でも。この前ガンダムでちょっと出ました、はい、あ、ちょっと出た。アムロ覚醒しました、ね、あ、そうですか、はい、初めて打って、はい、アムロ覚醒して、はい、600ゲーム乗りました、ね、お、素晴らしい、600ゲームいきなり600乗せということで。そうですね、素晴らしいですね。全6だゴラーって言われますけどね。いやいやいや、あと、ね、だから設定の話はできないんだって言ってますね。はい、おー、ドキドキ柄って言われてますけど、あれやっぱりそうなんですね。 SNK の激アツ柄がドキドキ柄ということで、はい、でも残念ながらちょっと柄が見にくいですよね、字が細かった。いやほんまにそうですよ。書体をちょっともうちょっと太くすれば読みや、はい、柄が分かりやすいのにとかってね、単純に思いますけどね。メタルスラッグ好きな割にはなんかコメント出てこへん。いやいや、どうなんですか、メタスラッグが好きで、はい、台は初見だけど座ったまっちゃん。いや、さ、お、おー、もう単純にゲームセンターでやってたっていうだけですね、はい、ゲームセンターキャラクター何人か選べたと思うんですけど、誰使ってたとか分かりますか。ね、はい、キザなやつ。あ、なんか面長のサングラスのやつ。そう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 、あいつ使ってました、ね、あ、そうなんだ。キザなやつ、キザ、キザなやつなんかいるんですよ、店長みたいなキザなやつ。はい、はい、お、お、バー、あ、それ熱い、それ熱い、これいいやつでしょ。多分そうですね。あ恐るべし。狙えって書いてあるやん、もう狙っちゃいいや。逆から狙わなきゃダメ。なんでこっちから止めちゃうの。狙わないからすぐ。え、これどうなるのこれ。入るんじゃないですか、狙ったら。入った。入るんだ。入るんかい。入るんだ。メタスラー一応入ったみたいです、ね、はい、おめでとうございます。おー、なんかキュインキュインいってますね。なんかキュインキュインって確定が光りましたよ、はい、おー、素晴らしい。継続確定やね、もう継続確定か。地味に店長詳しいですね。そうなんですよ、僕、はい、打ったことあるんで。あー、そうなんですか。そうなんですよ、メタスラー。あー、そうなんですか。そうそう、抹茶も邪魔してやれ、おきたも本場ですよ。ちょっと次、はい、あ、すいません。さあ、あ、残念ながらバトルは終了ということですね。バジリスク移動しよう、はい、移動、大移動ですか。なんでバジの方がええやん、やっぱ見たいっていう、ね、そうですね、店長バジやれっていう顔ね、結構多いんでね。そうそうそう、はい、バジ行こう、バジ行こう。はい、じゃあ店長大移動ということで。そうですね、はい、バジリスク、はい、行きます。はい、ちょっとね、たくさんコメントいただいてて全然読み切れてなくてね、申し訳ないですけどね、はいはい、じゃあまっちゃんはこのまま引き続きメタスラでいいですか。はい、はい、うおぉ、あー、え、はい、選ぶのこれ。あー、一番ダメなやつや。あー、期待度星1つということでね。
これよう乗りましたわーゲーセンで戦車ね、はい、楽しいわあれ。もう一回やりたい。ぶっちゃけホールでのあとはホワチャーに慣れきってそこまで気にならない。あ、ボリュームの話ですかね。あ、大丈夫ですか、はい、これも、はい、これからラオウの声どうするんだろうってね。内海さん亡くなったってね、美濃年季の声の人でしょ。そうですよね、美濃年季の声ね。まあどうしてもあの声はもう一生聞けないと思いますね。はい、はい、感じですけどね。はい、店長準備大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、じゃあちょっとカメラね移動しますんでね。はい、お待たせしました。よし、いいなバジリスク。さあ、まっちゃんも大好きなバジリスクね。店長が、いや、それ今だけどまっちゃん暑いで、早々に暑い暑い、そのゾーンが暑い今の。あ、これ暑いんですか。編集してるやん。はい、めっちゃ詳しいですね店長。編集してるから上のスラー詳しいです。上乗せ期待。あ、そうなんですね。広角やでそれ。メタスラに詳しい店長ということで。じゃあバジリスク、はい、行きます。はい、お願いします。お願いします。若干暗いかな。ちょっと待ってくださいね。まちゃん、もうそれ途中でやめて大移動したら。あ、了解です。ひどい。いや、このセットとりあえず打ち切って。いやいや、 ART は打ち切る必要ないやん。ART 打ち切る必要ない。店長、店長、はい、一応今日これ勝負なんで。そういやだけど、みんな見ていただいてる方のコメントをしっかり読むと大移動になるんちゃうかなと思うんやけど。なるほど、なるほど、ね、今なんか来てますか。ですね、あ、すいません、特になんか打ってほしい機種ね。まっちゃんに打ってほしい機種ありましたらじゃあぜひ言っていただければ。お、クランキーコレクションあるやんってやって、まっちゃんドヤ顔とかってやってます。マジ1パッチもよろしく、1パッチも力入れてくださいってやってますね。リワールドのリンクミス多くね、緑丼とかマジハロとかさーってやってますよ。なんかリンクミスあるみたいなんで、あ、すいません、はい、ちょっと、ね、早急に直します、はい、修正させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ケンちゃん OK ってことで、ね、ケンシロンを攻撃したんですけども、残念ながら2セットで終了ということでね。店長は大移動で今バジルスコを打っております。そうですね、はい、ちょっともう十分メタスラ堪能したんで。お、堪能した。あとこれ一応確定してるんですけど、はい、じゃあ大移動します。確定してるのに。確定してる ART を捨てて大移動する、はい、いやー男ですね。男やね。いや、そんなにバッドゲームしたいんですか。僕メタスラ行くんで次。いや違う違う、ダメダメダメ。そう、それはあかんの。人の ART をダメですよ、拾いに行く容赦ないですね。何そんな落ちてたら絶対座るやん、はい、何打ちましょう。いやバイオ早く、バイオ戦国乙女、戦国乙女余裕すぎるなって言われます、ね、店長メタスラ拾えって言われます。ダメダメ、バレてますけど、ちょっと携帯麻雀物語、携帯置いときますね。携帯置いと掛け持ち時はダメですよ、ね。はい、お願いしますよ。携帯置いとく、ね、はい、メタスラ拾おうかな。もうじゃあ何、あんまり別に声はないですか。好きな戦国乙女バイオっていう声多いですよね。じゃあ乙女、はい、乙女いきましょうか。はい、乙女を。わかりました、準備ができましたらマイクオンにするんで言ってくださいね。一応マイク切った方がいいですか。はい、いや、あ、もう今からすぐ打てます。あ、もう大丈夫ですか。はい、あ、わかりました。じゃあね、ちょっとよいしょ、移動したいと思います。よし、戦国乙女あんまり知らないんですけど。お、戦国乙女あんまり知らない。はい、そうなの。はい、ちょっと店長は戦国乙女打つの2回目ぐらいですね。あ、そうですか。ぼちぼち打ちましたね。あ、ぼちぼち打った。店長結構本当にあれですね、かなりいろいろ触ってる感じで。そうなんですよ。だけど私はあんまり調べるのが好きじゃなくて、あ、深くはないけど一通り触るような感じっていうことですか。そうなんですよ。演出を楽しみながら、はい、これいいんちゃうかなと考えながらやるのが、なるほど、好きなタイプなんで。なるほど、なるほど、なるほど。まあまあいいかもしれないですね。ね、いろんなね、棋士のね、楽しみ方を少しずつつまむっていうのもね。麻雀物語ってやってました。じゃあ麻雀とかバイオとかね、また後でちょっと打っていただければと思います。はい、店長負けそうになったらメタスラだぞって言われて。分かってます、大丈夫です。大丈夫です、そのつもりでございます。携帯置いてあるんで大丈夫です、はい、携帯置いててもね、店長余裕でゴミ箱に捨てると思いますよ ね。 いや、そうですね、はい、引き上げます。余裕で捨てますよね。はい、ということで、ゴスロコーナー何でも対決、本日ね、はい、リアル社員対決下克上でお送りしておりますけども、今店長が、ムック店長がバジリスク2、
まっちゃん主任が戦国乙女、はい、ね、パチスロ戦国乙女を打っているというような状況になっております。萌え番長って思えばいいんじゃない、戦国乙女ということで、番長っぽいゲーム性なんですか、戦国乙女か、どうなんですかね、すいません、あんま分かんないです、あんま分かんないってことでね、はい、誰もよく分かんないですけどね。パッチのアマ戦国乙女は面白かったなって言われてますね。やっぱもう乙女出てからだってすごい経ちますしね。そうですね、結構シリーズもいっぱい出てますから3ぐらいまで出たんですっけ、はい、ですよね、全長やね、全長店長ね、こうカメラには映ってないんですけど、後ろ見ながら完全にね、まっちゃんの台を全てチェックしながら打ってるというね。すごいな、いや、ね、恐ろしいですね、隙あらば襲いかかろうかというね。これレオランの時はあれでしょ、これも全長ステージでしょ、全長です、はい、番長でいう特訓でしょ、そうそう、集まれば集まるほどいいっていうね、援軍がね、そう、来ればいいんですよね、乙女が、よし、テル様せめてカメラに向かってやってもらえますか、液晶に向かってやっていただくんじゃなくて、はい、お願いしますね、了解です、はい、これ設定変更してるなって言われてますけど、そうですね、変更挙動でしたね、はい、変更とかは言ってもいいんです、え、変更してる件については言っても大丈夫なんですか、あ、大丈夫ですよ、あ、大丈夫、はい、はい、打つ台決まると変更して打つみたいな感じ、あ、はい、そうです、なるほど、そんな感じでね、はい、本日対戦しております。これちょい熱ぐらいな演出でしょう、いや、それは熱い、これは熱い、で2連7で強調とかじゃなかったかな、スタジオ、お、チャンス、これで弱点かな、よし、てる様いや、だからカメラに向かってやるって言ってんの親父打ちできるのがバジのいいところって言われてますね。そうですね、はい、だからね、もうまっちゃんの台しか見てない、なるほど、もう完全に顔が真後ろ向いてるね状態ですけどね、そうなんですよね、はい、見てなくてもいける、はい、めっちゃ見られてるわ、1パチ100列釘開けてって言われてます、もう釘の話もね、だからできないんですけどね、そうです ね、はい、何のことかよく分かんないんですけど、ご要望として受けたまわりますということでね、はい、なっております。あ、戦国名、戦国名、お、戦国名、戦国名やん、まあチャンス目という感じですかですかね、そうですね、店長まっちゃんがスロに夢中になってる時にドル箱を奪うのもあるよって、あ、上に積んだ時点で僕のものやと思う、はい、なるほど、いつの間にかなくなるという ね、 そうですね、ひどいひどいパターンですね、そうですね、トイレにでも行っていただいて、なるほどそしてそのまま翌日へってありますけどね、それができればこれ今援軍4人来てますけど、これかなりいいんちゃいます、はい、4人8分の4ですけど、どうなんですか店長、これダメ、まだ援軍4はね、はい、ダメですね、あ、4はダメ、あ、そうなんだ、4はね、ほとんどダメですね、もっと来れば OK で、そう、そこからね、あー、それダメそれダメ、さあ始まった瞬間ダメ、ダメなやつ、ダメ扱い、ダメなやつや、ダメ扱い、はい、あー、それダメ、サイド星2つですね、松永軍から城を守れてることで、さあ城を守ることができるかという感じですけども、4人はまだ弱いって言われてますね、これダメね、これはダメって言われて、あの大移動します、あー、大移動早い、おい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 、まっちゃん明日はゴスロの日って言われてますけど、明日ゴスロの日かどうかは分からないですけど、はい、明日は15日です、なるほど、はい、ということでね、明日は15日、1月の15日となっておりますのでね、ちょっと、ま、そのやらしい大移動は何なの、はい、カニ歩き、カニ歩き、カニ歩き、何なのそのやらしいの、じゃあおそらく、はい、設定変更後、はい、やっぱり128ゲーム以内ってチャンスゾーンやと思うんですよ、はい、で今一発目の前中を抜けて、はい、で打ち始めがこれ今日のデータ引き継いでますけどちょっと見えますかね、はい、今347なんですけど、はい、打ち始めが、200何歩で、はい、まあ一発目の前中を抜けたんで、はい、でもこれ勘に歩きます、なるほど、はい、もう前中を抜けた瞬間に大移動ということでね、はい、はい、分かりました、いや、抹茶の見切りは的確だなって言われてますねありがとうございます、はい、じゃあ2代目のね、戦国乙女ということで、最初に言うと今川義元は全く仕事しないぞって言われてますね、あ、そうなんだ、はい、今川義元は全く仕事しないぞって あんまり熱くないよってことですかね、まあなんか、はい、弱そうでしたもんね、あ、そうですか、わからん言ってる割に抹茶の見切りは的確だなってことで、まあ、その辺はスロッターの感というか、はい、野生の匂いがするわけですね、そういうわけです、なるほど、さあ店長
バトル、おー、海岸チャレンジ、海岸、ね、はい、何選ぶんですか、何でいくんですか、安定波乱勝負一発ですよね、ちょっと勝負、ね、勝負やらせてもらっていいですかいいよ、じゃあちょっとね、はい、いいよ、オカルトがあるんなら、いや、オカルトというか熱いパターン、はい、ちょっと見えるようにして、はい、カメラ映ってるように、はい、みんな知ってるかな、はい、さあじゃあまっちゃんが勝負ということで、うん、はい、このレンダールでしょ、はい、でこれが、基本的に寒いパターンで、はい、9回叩くときに、はい、この丸がねボンってでかくなるんで、はい、だその法則が崩れると、はい、これ熱いんですよ、なるほど、いきますよ、1,2,3,4,5,6,7,8で変化ないですよね、はい、で9回目でボンってなったら寒いんですよ、はい、あ、これ大きくなった、あ、はい、これ寒い、寒い、寒い、はい、なんでもう私はいいです、おーっと何なのひどい寒いかどうかだけを確認してそういうパターンなのね、これひどいですね、あ、そういうことね、残念ながら海外ならずということでね、はい、さすがうちのブレーン、いやー、やらしいですね、やらしいね、美味しいとこだけ持っていくっていうね、ほんまにね、私バジリスク大好きなんですよ今のだけど、貸しやで、コイン100枚、え、ちょっと待って、コイン100枚、コイン100枚、勝負させてあげたやつ、結構高い、何もそんなタダでやらしてあげるのって恐ろしい、あ、これやばい、最後ね、100枚差とかになった時にね、そうそう、聞いてくる、100枚返していただきますので、聞いてくるパターンですね、これね、そうです、いや、だ、僕が押してたら多分当たってましたからねよく、そういうおじさんいるよね、俺が押してたら当たってた、ね、後ろでね、はい、俺が俺だったら絶対引いてたみたいなね、当たらなかったから1000枚で、1000枚でってところって言われますね、はい、9回押しで捨てやがったまっちゃんひでえって言われますね、はい、なるほど、今がメタスラの一緒返しが、キョウチェリーの音がした、キョウチェリー来ましたね、これはいただいたの違うもん、それ設定6ですよね、いやいや1でやってるよ、いや絶対6やもん設定6やから定額中1で勝負するよ、定額中のキョウチェリーでも会場率 25% あるんですよ、なるほど、あ、そう、4分の1です、はい、4分の 1?4分の1がね、なかなか難しかったりするんですけどね、あ、にわかにこれ全長、全長入ってるな、あ、これ両乱の時大概ね、だけどね、はい、ガス多いんですよね、それも、あ、なるほど、入るんですけどね、両乱の時はね、はい、まあ、ここで何人仲間がね、来るかという感じですけども、そうですね、はい、まあ、全員揃った基本 ALTの方なんですけどね、なるほど、今一人ね来ました、大参戦二人目、大体展開で分かりますよね、暑い寒いっていうのはあんまり分からなくても売ってればなんとなく分かります、なるほど、うん、巻物の海岸で察しということで、まあまあまあね、だって今巻物一発つもんでしょ、はい、その時点でみたいなね、はい、はい、てんてんてんっていうところかもしれないですけどね、いやだから1位やって言うてるやん、はい、絶対嘘、絶対嘘やん7だろうとか言われてますけど、7、その設定はないか、さあ全長はどうでしょうか、店長の強調はどんな感じですか、ざわついてる感じですか、え、店長の強調、強調はね、はい、ちょっとまだ危ない、危ない、危ない、 あかんね、やっぱりダメなパターン、ダメ、ダメなパターンですね、身の年季、これはないって言われてますけどね、これはないですね、パターンですね、お、金色やんって言われてますけど、お、なんか金色出ました、私ですか、いや、わかんないですね、店長金色出てないですよね、出てないですね、あ、じゃあなんか抹茶なんか金枠かなんか出てました、全然熱そうな感じないですけどね、はい、残念、松永軍敗退ということであ、松永軍なかなか強いですね、松永軍、はい、ほんま、移動します、ち
移動ということで。しかし今更だが何でも対決いいねって言われてます。ありがとうございます。そうですね。はい、何でもやります、ね。移動ということでカニ歩き、はい、再び隣の音も行きます。なるほど。もうどんどん歩いていくスタイルなわけですね、はい、今日は。ちょっと血も涙もないですけど。なるほど。せめてジャック取ってから移動しようよって言われてますけど。なんすかジャックって。あ、これ、あ、そっか。あ、14枚。そうですね。ちょっとそれだけ。ありがとうございます。ああ、なるほどね。なるほど。気づかなかった。なるほど。はい、ということでね、カニ歩きスタイル。全長入って演出負けた瞬間移動ということでね。まあ、128ゲームという概念で言ったら、はい、今この台60ゲームから打ち始めたんで、はい、まだ44ゲームしか回してないんで、そうですね、まだ後半に残ってる可能性はあります。あ、海岸、お、海岸、海岸、再び海岸、また来た。ちょっと あの、いいよね、お願いします、やらせてください。いいよ、海岸だけやろうとする男。あの、もう一度言いますけれども、はい、基本的に9の倍数で動くんですよ、はい、なのでその法則が崩れれば熱いと、はい、今1ですね、はい、2、3、4、5、あ、お、熱い、これ5でなったんで熱いです、はいはい、6、7、8、9、うわっ、もうこれめちゃ大変、はい、大変なことになってる。もう脳汁出まくり。お、もうこの時点でやばい、勝率もう私の中で 95% ぐらい。おお、そうですか。ほらね、最低もう最低やね。一人で脳汁出して一人で帰ってったっていう。いや、もう今のでもうコインの貸し400枚。いや、完全にそうですね、今完全に。でも本当に熱かった今の。だって5の倍数で大きくなって、次、はい、なぜかまた5の倍数かなと思ったら次4回でなったんで、はい、9回でね、法則崩れまくりのあれで、はい、はい、2000枚貸しって言われますけど。やらかしてますね。やらかしてますよね。脳汁まで言ったのね。ねえ、95% って、ね、言ってましたけどね。はい、95% の価値はって言われてますけど。やっぱ6だ。いや、これ6っしょって言われてますけどね。また巻物から入ってたでしょ、さっき。巻物2分の2って言われてますね。皆さん、1ですから。何をおっしゃってるんですか。なんでそこで、なんでそこでそういうかがよくわからないですけどね。本人曰く1ということでね。巻物2分の2とかも、はい、絶対1じゃありませんから。そう、引きだけで出てる気がするんやけど。これは熱いってね言われてますけどね、これはひどいって言われてますね、その後すぐにね。自分は勝負レバーオンなんで、その辺全然気にしてなかったなーっていうことなんで、なんかそういうね、今でもまだ気づいてないポイントとかもしかしたら結構あるかもしれないですね、はい、そういう小ネタがね、ちょいちょいあったりしますよね、はい、なるほど、どの台でも。そうですね、まあレバーオンすればね、はい、あの時間短縮にはなるんで。そうですね。さあ、ダンスバトルに発展しましたね。わ、めっちゃ可愛いやんこれ。完全に見入ってますけどね、大丈夫ですか。こんな可愛い踊りしてたんやん。ほら、可愛いよ。完全にプリキュア状態ですけどね、踊ってますけどね。それあれちゃん、まっちゃん、はい、え、あとチャンス名で多分、はい、あ、多分チャンス名今の。ちょっと、いや、皆さん見ました、多分チャンス目やったってそれ。これ何、あれ、どうしたの。ひどいよね。ひどいわ。いや、なんかつかつか歩いてくるから何かするんだろうなと思ったけど、ね、見事に、押し順、押し順ごと炸裂で、ね、左から押してくる。そら言われるわ。押してただろ。そら俺は押してたぞ。左から押さないと。そら言われるわね。怒られますよ。そら言います。かわいそうです。まっちゃんにもう海岸やらせちゃダメだよ店長って言われてます。あ、わかりました。はい、次は自分のレバーオンでいきます。そうですね、 95% の価値は。熱かった、まっちゃんの信憑性が怪しいとか言われて。店長した方が当たりそうだなよな。 ありがとうございます。次はレバーオンでいきます。はい、1じゃなかったらデスソースでって言われてますので、大丈夫ですか。さあ、また両ラン来ましたね。来ましたよ。はい、さっきのチャンス目やったんちゃう。いや、もういいですよ。チャンス目殺しがね。ただただ傷ついたんで、はいはい、ただただ傷ついたんで。マジって ART 中の子役ストックって継続率あるっけって言われてますけど、継続率、はい、
関係あるんですかね。ちょっと質問もう一回お願いします。 ART 中の子役ストックって継続率あるっけって言われてますけど、継続率でストックした、はい、そのセットが継続率がどうなのかって話ですかね。ですかね。それだとしたら、はい、設定差ありますね。ああ、なるほど、はい。高設定になればなるほど、あ、違う、偶数奇数だったかな。ああ、なるほど、ね。確かそんな感じで偶数の方が優遇されてる。なるほど、はい。まっちゃんがロリ疑惑って言われてますけど、まっちゃんはロリですか。オタクですけどロリではない。誰がオタクやね。え、オタクじゃないですか。誰がオタク。え、オタクではないですか。オタクですね。オタクです。 AKB 打った時にオタク風衣装を完全自前で揃えたんですよ。いや、まああれ自前ですけど、はい、ワンピースのバンダナとかどこで買ったのかなって気になって仕方ないやつです。赤壁で500円でした。赤壁で500円で買った。赤壁がよくわかんないけど、しかし一人で踊ってるのにバトルだという不思議ね。さっきね、ダンスバトル対決ってありますけど、ほんまやね、はい、一人で踊ってるバトルってなんだよって。いや、そんなことより可愛かったのに、はい、消されたっていう。いやーね、見事店長に抹殺されてね、はい、油断するなよっていうところ、メッセージですよ、店長からの。どうしたの？だせえ、店長千枚貸しねえ。あ、そういう時は呼んで、はい、海岸。おー、海岸。もう一やのに海岸ばっかり来るな、これ。絶対嘘や。今度の海岸は自分でやる感じですか？いや、もう、じゃあ、はい、勝負？一発勝負ですよ、はい、一発勝負。やっちゃってください。なるほど。さあ、まっちゃんめっちゃ見てますけどね。あ、ほらね。あ、残念。ほらね。はい。レバーオンです飛ばすと、ダメなんですよ。なるほど。見なあかんの？はい、見なダメです。そうなの？9を数えないとダメということでね。なるほどね。押し順ミスする人がまた一人いる。オタクのまっちゃんか覚えとくわって言われますけど、ね、いや、オタクじゃないから。オタクではない。オタクやん。アニメは好きでしょ。でもアニメってスラムダンクぐらいしか見たことない。ああ、そうなんですか。絶対嘘ですね、これね。いや、ほんまにですよ。なんか結構詳しそうなイメージがあるんです。ほんと松永君強いんですよ。松永君ほんと強いですね。ほんと強い。やばいですね。ほとんどね、松永君には勝てない。いやー、ほんとそうですね。巻物4分の3ですか、今のところ。で、海岸これ何。あ、それ熱いね。ほんとですか。熱いね。広角とかですか。広角やね、きっと。これ熱い。いや、知らん、ごめん。あんま見ない、見ないね。あんま見ないですね、これ。まあ、内部的な広角示唆って思っといけばいいのかな。なるほど。もしくは、どうもこんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。もしくは本前町なのかっていうところですか。はい。6にしてもおかしいだろ、多いって言われますね。何今、3分の 3？ 3分の3？ 4分の 3？ 4分の 3？ はい、らしいですよ。 75% じゃないですか。すごいですね。設定6で 30% ですけど、すごいですね。 75%。 いや、だからその1やって言ってるやん。なぜかこだわる、俺は1だという低設定で勝ちたい願望みたいな。よくわかんないこだわりですけど、ほらね、ドヤ顔って。まっちゃん俺にやらせないからやって。まっちゃんがやっても結局ダメだった。見ちゃいますよ。広角やなって言われてますね。広角率、広角みたいですね。てか海岸を引くのは強いけど当たらんなって言われてますね。これは当たらない。海岸自体は 30% あるんですけどね。結構引いてますけどね。これが噂のよさバジって言われてますね。あ、いい時の典型的な。そうですね、いい雰囲気のバジってね、言われてますけども、どうですかね。カモン。おー、巻物。うん、全長臭いな。あ、それ枠、紫になってるんで、はい、前兆の。そうですよね、示唆してますよね。示唆してるんで、もう前兆ちゃう。前兆だいぶ離れてきたんで、ちょっと見にくくなってますけど。いや、大丈夫、視力 2.0 以上あるんで。素晴らしい、素晴らしい。こんなあるんや。そうそう、現代人十分見えてる。現代人とは思えない視力です。角度もなかなかないところでね、よく見えてるなって感じですけどね。店長、その設定1据え置きお願いしますって言われますよ。あ、はい、設定1やからね、はい、もうちょっとね、はい、
そうですね、一を据え置けね、まっとうないこと言われてますけどね店長嘘ついたので貸し500枚みたいなどんどん貸し借りが進んでいくシステムになってますけどね。このパターンって多分ちょっと熱いと思うんですよ、はい、設定変更後、まあ、128ゲーム以内に全長ステージ2回の時点で、まあ、設定変更濃厚っていうことは分かるんですけど、なるほど、それは今分かってるんですけど、なるほど、2回行くパターンってしかも今降格なのか全長示唆なのかっていうステージに行きましたからね、はい、両ランの時から、はい、まあ、そういうつながり方するのってちょっと熱かったりするじゃないですか。なるほど、なんで私の中で今のところ 50% ぐらい期待できる。なるほどちょっと控えめです。ほら、おー来ましたね、はい、新両ラン、新両ランですよ。あー、それは言ったね、これは言った、全部逆押しよう、全部逆押し、そっから、いや、ちょ、ほんまに違いやめてそっから全部逆押しで消化してね、だから言ったでしょ、ね、ああいうパターンは熱い。店長当たってるっぽいって言われてますけどね、まあ、はっちゃんこのボタンを9回押してたな。店長熱い、ちょっと熱い、あ、屋敷ですね、屋敷ですね、はい、乙女赤もやってかなり熱いよねって言われてますね。店長もちょっと熱いって言われてますけどね。てか店長台変えた方が良くないか、海岸全く当たらんやんって言われてますね。そうなんですよ、そろそろね、はい、コインなくなってきたんで、お、なくなってきた、そう、メタルスラッグ移動しようかなあ、そうですね、ダメダメダメ、はい、確実ですからね、コインね、はい、そうそう、そろそろメタルスラッグがね、そうですね、呼んでる気がするんですよ。呼んでますね、呼んでない、はい、鷹の外れ少し期待できるって言われてますけどね。あ、そうなんだ、へえ、いや、鷹の外れで少し期待できるんですよね。あの店長の代の話です、ね、ほら、お、ボーナスおめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございますね、そういうことなんですか、あ、そういうことだったよ、これ確か白7の方がいいんですよね。白はね、ハマらない、なかなか来ないね。あ、そうなんですね、うん、へえ、確か疑似ボーナスで一応バーっていうレギュラーっていうのもあるんですよね、確か。なんでとりあえずビッグを狙いたいな。バジも乙女も熱い演出が分かりやすいのがいいよねって言われてますけどね。そうですね、なるほどね、コインの補充に、はい、行きます。さあ店長が残念ながら持ちコインがなくなってしまったということで、これあれですか、いくら使っても、はい、あの払い出しメダル数が多い方が勝ちという、そうですね、ちょっと正確な3枚でいきたいんですけど、はい、まあ、ちょっとカウントしてないので、はい、だから最終的にメタルスラグ取った人が勝つみたいな。そうですね、最後メタスラ座ってた人間が勝つということで、勝利みたいなね、はい、イストリゲーム状態になりますけどね、最後ね、なんだそれ、はい、そうそう、ほら、これビッグ確定でしょ、あとは赤か白かってやつでしょ。そうですね、ふん、あー、赤ですね、なるほど。そして無常の底面の光ゾーンということでね、はい、まあ、有名ですけどね、底面の光ゾーン、お、あー、チャンス告知、まあいいや、はい、選ぶのミスっちゃいました、はい、あー、ちょっとやばいですね、思わず叩いてしまいました、あー、完全に罰ゲームタイプですね、それねおい、熱い、新東戦は天狗グループだっけって言われてますけど、天狗グループらしいですよ、はい、新両乱の時は、あー、そうなんですね、みたいですね、ほら、来た、これ金歩きの、え、いや、だからもう大移動やろ、それ終わったらもちろんあー、さあ再び海岸来ましたね、何もう一発、店長もろたって言われてますけどね、どうですかね、よし、じゃあもう一回あの先の、はい、勝負先のオカルト、はい、オカルトを試そう、オカルトっていうか9回いきます、はい、1,2,3,4,5,67、8、9、10、9で、これ熱いんちゃう、これ熱い、これ何パー、 68% ぐらいありますほんまに好き勝手、ほんま好き勝手言ってるけど、さっきの方が熱いんや、はい、あー、何、いや、まだ無限の可能性ありますよ、あ、ない、ない、ない、あ、残念ということで、海岸入るけど全然引けないという、いや、そこ、あんな引けないの、なかなかないですよ、すごいですね、いかんね、海岸、ここで海岸、境地そっちかって言われてますけどね、
メタスラなんかあるのってやってますけどね、メタスラックね、早速まっちゃんが、はい、ボーナス引いて ART に入れたんですけど、はい、視聴者の皆さんがね、他の台見せろっていう声に応えて、そう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 、 ART 中のまま放置されてるという形になってますね。最後にメダルなくなった人はメタスラに座って一稼ぎして終了というね、はい、はい、形になっております。おっと、まっちゃん嘘つきまくりやんってやってますよ。いやいや、ほんまにでもそういう法則性はあるんで、はい、熱くなれるんですよ、はい、勝負ってそれぐらいしか楽しむところないじゃ、 ないじゃないですか。あ、まあね、はい、これ何揃えちゃうよ。お、さあどうか、ドヤ顔揃えてからでいいよ。揃ってないじゃん。揃ってからにして、揃ってからでいいよ、揃ってからで回れ回れみたいな、回らないから。うわ、高確率でもし引いてたら6割あるのになーってありますけどね、海岸ね、全然、はい、厳しい感じですけどね。突入率は6ぶっちぎってるくせに海岸率は通常営業ホールやなって言われてますね。いや、通常でもあんなはずですよ。なかなかいないよ。いや、本当そうですよね。逆の引きを見せてしまってる、はい、どこのおばちゃんだって言われてますけど、ダンスキってやつ、ありがとう、メタスラ、そりゃ熱いなってことで、まあ、ホール、実際のホールじゃありえないよね。はい、確定ランプがついたまま放置という、ね、いや、でも、ありえますよ。え、ありえるんですか。時間ないから、例えばもうこれ、はい、もう帰るわって言って、はい、そういう台は早いもん勝ちなんで、あ、はい、まあ、たまにね、もう本当に時間ない時間ないって感じでね、はい、ART 中とかでね、帰らざるを得ない時とかもね、はい、ありますけどね。店長引き弱すぎって、その台呪われてるよって言われてる。呪われてるわ、大移動しようかな。マジで大移動しなってって言われますね。メタスラ行こうかな。マジ面白いからそのまま見せてって言われますけどね。はい、さあ今はどうですかね、まっちゃんがボーナス引いたんで、また若干ばっちゃんがリードしてるような感じですか。そうですね、はい、まっちゃんのリードです。マジで結構飲まれちゃった感じですよね、店長ね。あー、チャンス、はい、お、またキョチェリーですね。もうその音がたまらないわ。いやー、いいですね、バジおもろいでって言われてますけどね。皆さん、バジ、はい、これも来たね。おー、またキョチェリー、キョチェリー、あーい、連続キョチェ、はい、バジ、ね、バジ3も、はい、当店10台今設置してございますので。そうですね、27日オープンでしたっけ、はい、そうです、27日月曜日稼働開始なんで、はい、ぜひね、はい、そちらも振るって楽しみですね、振っていただきたいなと、はい、いい引きですね、マジ好きだわって、その強者へ当たらなかったら大移動って言われてますけど。どうですかね、かしこまりました。あ、かしこまったということで、まあ、多分店長のことだからスルーしてくれるんじゃないかなと思いますけどね。まっちゃんもバジが気になるようでね。お互いお互いを見てるというような感じですけどね。さあ7揃いは押さして押さして。そこはだって押しても大丈夫やろ。いや、そうですよ、うん、どうぞ。あ、ありがとうございます、はい、さあ店長が、ありがとうございます、行きます、はい。見事、はい、残念。まあ今のは、まあね、親指使わしたから、はい、もうまた歌手増えた。意味が分かんない。今ね、押し売り押し売り、全然適当なこと、適当なところを狙うんやろなと思ってたら、はいはい、ちゃんと7狙ってくれた。ちゃんと押してた。優しい優しい。そこは揃えたかった、揃えたかった、ちゃんとやるんやと思って、優しい。ちゃんと狙ったという。でもまあ青背景、そらはい、そらはい、わろう、はい、わろう、青背景ではもうって言われてますけどね。まあ、なかなか厳しいかなって感じはしてましたけど、ですよねって言われてました。まっちゃん曰く9回の熱い海岸チャンスまた来るぞって言われてますけど、完全に信用されてない感じですよ。じゃあ、皆さんホールでやってみてください。ほんまにね、はい、法則崩れたらちょっと期待持てますから。ああ、そうですか。今のところね、全然ね、法則崩れてるけど、2回崩れたんですけど、見事に2回とも外すというね。そうなんですよ、感じですけどね。いかんねえ、バジ。絆の稼働ってもうすぐなのか楽しみだなということで、そうですね、そうですよ、はい、27日当店10台ありますんで、はい、10台ぜひね遊びに来ていただければなと思います、はい、私もね
もう楽しみで楽しみでしょうがないんですよ。いやそういう方多いんじゃないですかね、やっぱりね、馬術かなり打ち込んだ方とかね。おっとお、チャンス、チャンス目、おっと、さあ背景は青だが、あーだね、今回 AT 機ですからね。はい、ね、ただ AT 機初の機械割り 119% です。なるほど、ね、バジ初日打ちたいってね言われてますけどね、打ちに来てください、はい、おっと、 お見事、これで AT AT の強化ワラッシュ、強化ワラッシュ、強化ワラッシュ、いいね、素晴らしい、いいね、もうその状態でやめた方がいいんちゃうお店できたし、もう次々と確定放棄を要求してくるパターンですねいやでもほんまにこういうカニ歩きとか重要だと思うんですよ、はい、今戦国乙女3代目でこうものにできてますよ、ね、なるほど、はい、朝一って大切ですよね。なるほどね、はい、さあ行きましょうか、強川ラッシュ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 、はい、行きましょう、萌え萌えやね、おなんだと、ハイワロ青背景で、いや高確率だったしって言われて、ここで捨ててって言われてますけどいかんねもうバジは、はい、ここは捨てでしょ、まっちゃん関西人だよねって言われてますね。あと逆に、はい、通常時よりこっち見たいでしょ。ああ、はい、まあ、じゃあちょっとだけ打たせてあげましょうかね、ほんとね、はい、あ、何これ、どうしたの、お、何なんですかね、あ、スイカなの、スイカ、ただのスイカなの、弱スイカ、弱スイカ、これ平行にスローと強スイカとかですか、ですかね、あ、今だいたいそういう台多いですね。そうですね、知りません何台確定ランプつけられるかの戦いってありますけど本日一応ね出玉対決という形になってますので、店長大丈夫ですか、完全に台が沈黙、いやもうバジ、はい、ね、息がしてないですけど、そのバジリスク、もう一回打ち替えたのかなと思って1から1に打ち替える感じですか、もう一回1に打ち替えようかな、マジ絶対1じゃない、マジ強チェスカあったって言われてますけど、そうですね、ひどすぎるだろうって言われてますけど、やめた方がいいのではってみんな心配してくれてますけど、わかりました、じゃあもう一回、はい、もう一回ね、ちょっと、はい、何、ね、1、はい、に打ち替えたいと思います、ね、ああそうですか、絶対嘘やわ、はい、ちょっとねもう一回1に ね、はい、ね、若干、あ、カメラじゃあこっちへ変えときますね、大丈夫ですよ、はい、はい、あ、はい、じゃあちょっとねセキュリティの問題ありますんでね、はい、これやめた方がいいね、乙女ってスイカに強弱あったっけって言われてるけど、あ、ないんですか、ないですね、あ、そうなんだ、ないの、戦国名が出る、ないのかもしれないですね、あ、そうなんだ、あ、でもチェリーは強チェとあるある弱チェがあるんで、なるほど、うん、じゃあ上乗せ特化ゾーンを目標に百花繚乱ボーナスとかそういうのを、そういうの、そうですね、ああ討伐の時と決戦の時か、はい、入れていただければ、はい、それを目標にいけます、はい、まっちゃん今日バーゾロイするまで帰っちゃいけないからって言われて、バーゾロイって百花繚乱ボーナスでしょ、そうですね、2分の1で武将引けるやつだね、あー、そうなんですね、プレミアで、まっちゃんそれ抜けたら何打つって言われてますけど、どうしましょう、逆に打ってほしいのとかありますか、麻雀かバイオ頼むわって言われてますね、麻雀かバイオ、はい、了解です、麻雀物語、今日ちなみに当店のバラエティにある麻雀物語、はい、あの何枚やったっけ、めっちゃ出ましたよ、あ、そうなんですか、今日ゴスロじゃない方ですか、ゴスロじゃないですけど、ゴスロじゃない方の麻雀物語、7272枚出てます、なるほど、素晴らしい、さあということで再度1でチャレンジ、なるほど、設定変更完了ということで、はい、嘘ですからね、再度1でチャレンジ、もうバレてますけどね、再6でしょ、麻雀がいいなーって言われてますね、あ、了解しました、はい、そのどっちかならバイオでって言われてる方もいらっしゃいますけどね、どうしましょう、はい、じゃあまあどちらか打っていただく感じで、あ、これなんか馬乗ったけど、これなんかいいんですよね、あ、BGM 変われる、いや馬、その馬大したことないよ、あ、そうなの、そうそう、あ、それでいきますか、百花繚乱でね、はい、なんかいいですね、この歌、そうですね、はい、前兆らしいですよ、前兆って言われてますね、あ、スカイラブ打ってほしいっていう声来ましたけどね、スカイラブありましたっけ、あります、あります、あ、ありました、はい、
先空の奇跡ですか。違います。お前のスカイラ、あ、違うわ、撤去したわ。ない、すいません、ないです。ない、残念。スカイラブ、スカイガールズはあります、ね、ああ、スカイガールズね、よろしくゼロありますね、はい、はい、おっと、どうしたの、何このステージ、いいちゃん、前兆、前兆、あ、前兆、前兆って何の前兆、ボーナスの前兆、ボーナス前兆、なるほど。キャッカリオランが一番好きってね言われてます。やっぱそうですね、そうですね、いい曲ですよね、はい、誰のため何のためマルハンより出てるねって言われて、だから、ね、アザース、よそ様の、よそ様の文句をここに書き込むんじゃないって言ってたのこの野郎、ね、アザース本当にもう何回言っても、もうお前らしかもお前ら乗るんじゃない乗るんだ、ダメですよ本当に、僕ら乗っちゃダメなところで、ね、ダメですよ本当に、すいません、飛行波が悪い、おー、なんかレインボーですね、何これ、どうしたの、これ何ですか店長、あ、そこで見せといてあげようよ、もうそこで置いとかないと、液晶触り方がやらしいから、ね、お、あっちレインボーだーって、ね、どうしちゃったのこれ、まあ、サムネのパクリですな、ね、おたくまっちゃんさすがだなって、今日いっぱい出るパターンでしょう、この台ですかね、はい、多分そうだと思いますわ、レインボーですね、よし、まっちゃん捨てようって言われてます、ここでここで捨てるのボーナス面白いよ、大丈夫、あ、大丈夫、さあこのボーナスで大逆転を狙え、おバーがね熱なるんですよね、なんかちょっと期待しちゃうセリフですけどね、セリフの内容も、あとはお当たりということでおめでとうございます、バーが熱なる、バーが、バー了解です、死んでボーナス当選してたから天国濃厚じゃなかったっけって言われますね、あ、やっぱそうなんですね、ループなんですかね、あ、そっか、なんか言ってましたね、はい、コメントで、はい、天国は確定してたのか、なんでこの後はこの天国がループするかどうかみたいな、はい、あ、だから天国ループしたんや、そうですそうですレインボーステ流行るって流行んないから絶対流行んないから、店長のために置いといてやれよ、それが出世の道ってもんだろあの、あの、そんなことでは出世しますそんなことでは出世しますってまっちゃん関西人じゃなって言われます、関西人だったら捨てろよって言ってますそうやね、はい、でも実際そういう話聞くよね、キコーナの方が、キコーナの方がええってやってますよ、だからよそ様の文句は言うんじゃないってことね、ありがとうございます、言いにくいだろうってなって目押しミスりましたね、え、あ、本当だ、もうこの境地で入らんかったらバジリスクやめよう、お、じゃあちょっと戦国乙女飽きたんでやめます、さすが、ここでここで捨てるここで捨てます、いや素晴らしい、ボーナス確定したところで捨てるということで、はい、さあ何行こうかな、あ、ちょっと待って、これ大事、このクレジット大事、店長いい加減当ててよってこれ位置やっぱ当たらへんな、はい、男や、すげえ、さすがまっちゃん分かってるわーってやってますね、さあ峠でバジチャンスですが8点、あ、年季ですね、さあ、はい、大移動しましょう、いやいい男ですね、レインボー、あの十分堪能したんで、なるほど、じゃあでは下克上してぶちのめしてこそ出世だろうって言われてますけどね、はい、ありがとうございます、おう、何、何おう、あ、しかもおぼろの声、おう、バージリスクタイムゲット、今おぼろ、おぼろ、熱いよ熱いよ、おぼろの声がした、おぼろさんスタート、おぼろスタートは継続率 50% 以上確定です、いやー素晴らしい、ようやく来ましたね、ありがとうございます、いやどうしようかな、てかサクッと入ったなーって、なでとこ、いや、はい、個人的に打ったことないんですよ、はい、この台麻雀物語、麻雀物語行ってみますか、行きましょう、はい、じゃあ移動しますね、ちょっと待ってくださいね、じゃあ麻雀物語の方まで移動してみたいと思います、はい、コード届くかな、大丈夫かな、大丈夫かな、ちょっと角台なんでね、はい、届きますか、大丈夫、エンデックの技術力を舐めないでいただきたい生放送、あ、ギリギリいけるか、ギリギリいけるか、いけるかな、ここでね、こっから寄る感じで、ちょっと角度が厳しいか、こんな感じか、いけます、はい、大丈夫です、了解です、はい、こんな感じで見えてますかね、ちょっとちっちゃいけどご勘弁ください、
はい、これ大体何何タイプ？ART か。 ART ですね。 ART よ。はい、 ART の疑似ボーナスが入ってると。なるほどなるほど。おおぼろあざっすってことで、てかサクッと入ったなって。おぼろ単発って普通だよねって言われてますけど、ね、いやそうですけど、はい、まあ 66% とかにも期待できる。まあ 80% はね、はい、そんなめったに出るもんじゃないんで。なるほど、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと角度がこんな感じだったらいけるか。なるべく正面から捉えたいけど結構難しい。このままでいいですかね。申し訳ない。大丈夫ですか。はい、開幕 75% の 25% 継続を回避、 25% の高継続引いたなって言われてますね。まあおぼろとか所詮の50以上だから余裕で単発って言われてますまあまあまあ、はい、128抜けたら捨てやな麻雀って言われますけど。あ、了解です。128をどんどん打っていく配信みたいになってますねこれね朝一のリセット狙い配信。あ、でも面白いかもしれないですね。128をひたすら見せていく配信っていうのもね。はい、そうですね、サクッと当たりますからね。そうですね、三姉妹物語かって言われますけど。そうですね三姉妹物語になっております。麻雀なら店長邪魔してペナってもくれてもいいなって。ペナ画面面白いしって言われて。そうなんだ。いやもうそれだったらこっちからコインで上げます。コインで上げますコインでボタン狙います。今相当離れてますけどね。これ見えますかねこれね。銭形平次みたいな。もうこっからでも見えるんで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、20メートルぐらい離れてますけどね今ねバジはこの音楽がいいですよね。いやいいですね。水木ほんまにそれですよ。高賀忍法帳と、はい、ワイルドアイズですよ。ワイルドアイズ ね、ワイルドアイズかかった時のね、やばいですから ね、 ねえ、こ脳汁の半端ない出方来たーみたいな。脳汁使いたいだけですよ2人ともバレました脳汁って言って。バラエティの内容いい感じやん、羨ましいって言われてますよ、はい、結構いいですよ。ぜひ遊びに来てくださいね。はい、キコーナー大当店から生放送でお送りしておりますね。はい、はい、ここは店長例の BGM を流そうねって。例の BGM ってワイルドアイズかな。おープラス10ゲーム、ゲーム数が乗っておりましたね。ビッグを揃えたい。ビッグを。麻雀物語って言ってるけど実際全然麻雀してないって。はい、強制、はい、ほんまにそう。うわ、はい、強制とか言ってる。おー素晴らしい、乗せろ乗せろ。ドキューンっていうね、この音もいいんですよね。そうそうそう、 下っ腹に響く感じでね。ほんまに麻雀してないわ、ね、なんかシャドーボクシング、シャドーボクシング何かシャドーボクシングしてますけどね。それは前の代だって温泉物語だったしって言われてますね。あ、そうなんだ。ところでイケメンどうしたよ。イケメンは仕事？イケメンまだ事務所で仕事してる感じですか。仕事してます、ね、あ、そうなんだ。店長の手先のイケメンで邪魔させようってそういうのもありですね。あ、そういうのもあり。遠隔そういうのもありですね。遠隔してね、部下を使って邪魔するって、はい、あ、飛行の大当店最高って言ってありがとうございます。最高です。最高ってことでね。強制よ落ちるな、サスロクって言われてますね。いや、強制に設定差ないですよ。あ、そうなんだ。はい、いやだから1ですから。あ、1だけ、あくまでも認めないということで強制に設定差、出現率に設定差はないです。あ、なるほど。マジはストック乗せた時の音も最高だよねって。そうですね、あの音めっちゃ気持ちいいですよね。ドルルルルルってですね、あれはいいですね。店長それあかんって。店長お疲れあかんパターン。え、乗らなな出た時の音も好きだなって。乗らなかったの今の。はい、スルーでした。乗らなかったな。2つスルー、完全にスルーでしたね。2個引いてましたよねさっき。ああ、2個、さっき2個引きもスルーでした。いや1個はスルー。あー 1個、あー1個はスルーか。あー、 ART 中の強調率は設定不問で 50% で上乗せですから。ああ、じゃあ2分の1を見事失敗ということで、はい、失敗しました、ね。はい、まあ 50% なかなかね難しいですよね引くのね。あ、本日はねゴスローコーナー何でも対決ということで、はい、ゴスローコーナーを縦横無尽に移動しながらね、今ムック店長はバジリスク2、ね、マッチャン主任は、マジャン物語をね、はい、打って、はい、下玉対決という形で行っております。おっと大移動、128ゲーム回して、はい、全長あ120っていうかもう全長入らなかったんでやめます、はい、なるほど、はい。麻雀熱くねって言われてますけど、そうでもないのか。麻雀全然熱くないわ。あ、そうなんだ。へえ、
じゃあ次ジャグラー打ちます。ジャグラー出ました、みんなのジャグラー。ミンジャグ、ちょっと待ってくださいね。ミンジャグ、安定思考。はい、何なの安定思考。ミンジャグ、まさかのミンジャグってことで、まあまあこういう時でもないとね、液晶ない機械配信することもあんまりないですからね。はい、じゃあ店長ミンジャグということでね。はい、バジリスク対ジャグラーいやーなかなか貴重な映像になってますねこれね。なんだこれ、はい、あ、店長アドバイス来ましたね。店長負けそうになったらメタスラと戦国乙女なって言われてますいやほんまや、もうこれ終わったら次行きますそうですね、ちょっと待って、はい、ちょっと待ってコイン回収タイムということでね、はい、そうそう、はい、ほらこれ終わったからこれでも移動やね、はい、あ、移動ちょっとほんまにダメですよそれ自分が捨てたんじゃんって感じがしますけど、本当に。よし、キコーラ近辺何店舗も回ったけど大東店が一番って言われてますよ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そういうことですよ、はい、そういうことですね。まあまあね、他のキコーラもね面白いんでね、遊びに行ってください。次はね、はい、じゃあ何行きますか店長は。何行こうかしら、はい、こういう時にしか打てない回収タイムって言われたんですよね、はい、忍者も128で全長なかったらやめだねって言われそんなそんなゲーム性、はい、そんなゲーム性だっけみたいな。ジャグラーシリーズは、はい、結構打ってるんですけど、みんなのジャグラー打つのは、はい、これ初めてです、ね、あ、そうなんですか。忍者、はい、確かね中押しが面白かったんじゃなかったかな。あ、そうなんですか。そうそう、同時抽選で、はい、中押しがなんだっけ、どうやって何狙えばいいのかな。なんだっけな、俺もどう忘れちゃったな。なんか中押しが面白いっていう話を聞いた記憶があるんですよ。了解です、はい、ちょっとじゃあ手探りでいろいろやっていこうかな。そうですね、従来のジャグラーでいったら、はい、逆押しでバーと赤菜狙いで、ね、狙うね、はいはい、ありますけどね。よし、じゃあ次はニューパルいきます。お、ニューパル、ね、A タイプ対決ということで。A タイプ対決。店長、リーチ名とか分かるんですか。リーチ名、分かるよ。ナナチェリーやろ、ナナチェリーのみ。あ、分かるよ。ちょっと外国人の方みたいな喋り方になってましたけどね。ナナチェリー、はい、右リール、下段、そののみしか狙わへんので。もう始めます。はい、お願いします。これもね、昔はよう打ったんですけどね。はい、あ、そうですか。はい、ということで店長バジリスクからニューパルさんに移動ということでね。はい、はい、ニューパル対ミンジャグということで A タイプ対決になっております。いや、俺も結構いろいろなお店でね配信してますけど、なかなか A タイプね両方が打つっていうのはなかなか珍しいですね。はい、まあ本当にねパルさん昔面白かったんですけどね、やっぱり1名、はい、リーチ面のみで楽しむ台っていう、ね、なるほど。他の店は相手にならないもんなーって言われてますけど、そうなんですか。まあ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 、まあそれぐらいね、キコーナ大都店気合い入りまくりということでね。そうですね、はい、そうそう、なってるということでしょうか。三国のキコーナはもっとスロット増やしてほしいって言われてます。あ、じゃあご要望として、三国店、はい、ご要望として ね、お伝えしておきます、はい、こういう機会だからレイブみたいって言われますよ。レイブ、レイブありますね、はい、こういう機会だからっていうね言うのも微妙なとこですけど。じゃあサクッとペカらして、はい、ボーナス消化してレイブいきます。あ、教えてくれましたね。ミンジャグ中押しで、はい、中押し中段赤7、赤7でチェリーだったらの同時抽選で濃厚と、いうことですよね。そうそうそう、ありがとうございます。チェリーだ、勉強になります。チェリーの同時抽選なんですよね。でチェリー来なかったら単独ということらしいですね。あ、中段とも、あ、その判別ができるってことか、はい、なるほどなるほど、そういうことなんですね。キコーナこっち側に店舗ないからなーってね。こっち側ってどっち側なんですかね。よくわかんないですけど。お、東京関東の方ですかね。あ、はい、関東もでも今出店続けてますんで、はい、そうですね、東京に蒲田に1店舗と、あと神奈川に3店舗でしたっけ。そうですね、はい、ありますんでね、ぜひ遊びに行っていただければなというふうに思います。はい、はい、リチ名覚えるのめんどくさいからいつもフラッシュモードだわニューパルって言われてますけどね、うん、まあまあリチ名覚えるとね より楽しいって感じですけどね。そうですね、昔はもうリチ名だけでしたからね。はい、だから本当にね、はい、ボーナス成立してるかしてないか、はい、それ分からなきゃ見抜けないってことでしょ昔の時代は。お、昔はね、そうそう、確定ランプとかも ない時代とかありましたからね、はい、本当に昔は。そうなんです、本当に揃わないですからね、はい、入ってるかどうか本人しかわからないっていう ね感じの時もありましたけど。まっちゃん今日紅白まんじゅう6個食べるんだ
じゃあ紅白饅頭結構あれですか、評判良かった感じですかね、前回のね、良さげですかね、良さげですかね、勝負に関係なくまっちゃんが食べるんで、なるほど、男ですね、男ですね、関西人ですね、さすがですね、勝負とはそういうの無縁の男ですから、なるほど、もうね、どれどうすれば自分が一番受けるかっていうのね、そうそこだけ考えるということでね、ありがとうございます、おかしいな、出身愛知県なんだけど完全に関西人ですかね。蒲田の気候なゴスロ消したからなと。ああ、そうなんだ、ゴスロないんですか。ああ、そうなんですね、ちょっとすいません、関東までの情報がね、はい、ちょっとなかなか同じ系列でも入ってきにくいんで、はい、そうですね、さすがにね、今56店舗ありますから結構ね、はい、お店多いですよね。そうですね、はい、マルハンガイアに向かって一言どうぞって言われて何を言えって言うんだよ、本当にね、まあ、はい、切磋琢磨しましょうよ。おー、なるほど、はい、いや今ちょっと余裕こいてますね、なんか切磋琢磨しましょうよみたいなね感じで。何なの、はい、いえいえ、まあ業界の発展のためにね。おー、なるほどね、はい、まあそれは大事ですよね、はい、はい、みんなで頑張っていこうよってことですね。そう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 、はい、でその下のコメントで、ほんま今は気候なの時代って言われてますけどありがとうございます、ありがとうございます、はい、蒲田のはもう没落しましたよって言われてますけど、そんなことないよ、蒲田の気候なもね、あ、盛り上がってますんでね、遊びに行っていただければなと思います、はい、東京の方はね、はい、ぜひ。私昔東京住んでたんですよ。お、そうなんですか、はい、東京都の世田谷区っていうところに住んでて、はいはいはい、なんで蒲田とかもまあ、パチンコ店の視察で行ったことあるんですよね。お、なるほど、だいぶ前ですけど、はい、まあ、あの時もかなり激戦区で、はい、蒲田地区っていうのは、はい、もう本当に密集してて、なるほど、今もね、マルハンさんとか多分強いと思うんで。そうですね、はい、あ、ちょっと待って、中断止まっちゃった。お、これで、お、それで、あ、いや、チェリーですよ、チェリー。ん、あ、ダメ、うん、あ、ダメ、なんだ、あ、チェリーが出んかったらいいの。あ、チェリー出なかったらいいのか、ですかね、これで中断止まった時に、うん、なるほどなるほど、そう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 、まあ、ライバル店かなり多い地区ですよね、はいはい、まあ、激戦区と言っていいんじゃないかなっていうのはところですけどもね、まあ、ぜひね、気候の蒲田店遊びに行っていただければなというふうに思います、まあ、頑張ってるって聞いてるんで、はい、あのね、今日ね、まあ、もうテスト放送のあれ出てたんで言っちゃいますけど、はい、気候なチャンネルなんと関東版がですね、はい、現在準備中でして。ああ、そうなんですね、はい、そうなんですよ。で、蒲田店はこの間テスト放送させていただいたんですけれども、はいはいはい、本日、キコーナーどこだったっけ、平塚店だったかな、あの、はい、神奈川の店舗で本日テスト放送、あ、今ちょうどやってますね、午前1時からやるって言ってたんで。あ、そうなんですね、はい、ありますね、裏でやってますんで、この番組を見終わった方は、テスト放送見ていただくということで。負けないぞ、はい、お願いいたします平塚店、平塚店、うん、ね、あ、平塚だったかな、ちょっとすいません、俺もうる覚えなんですけど、あの神奈川のどっかのお店で今日、キコーナチャンネル関東版のテスト放送やってますんでね、ぜひ、はい、必ずこの番組が終わってからがテスト放送に行っていただくということでねそうです、よろしくお願いいたします。そうですね、はい、A タイプなのに当たらない。いやー、ちょっと来ないですね。なんだ、はい、大丈夫ですか。まあ、ずっと1打ってるからな、今日は。1、2、ハテナとか、うん、ハンとかはあかんとかって言われて、だから、よそ様の悪口を、気候なチャンネルで書くなっつってんだろ、この野郎本当に、触れにくいんだよ、この野郎。気候なが悪口言ってるみたいになるだろ、この野郎って話でね、お願いしまーす。はい、家に近く、うん、家の近くがその1、2、ハテナしかないのが寂しいとか言うなって言うなっつってんだろ、この野郎みたいな。まあ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 、寂しいんだったらね、じゃあ、ありがとうございます。気候なまで頑張って来ていただければ。はい、ね、お願いいたします。最寄り機構が銅メダル手数料上限ともになしだから贔屓にしてるっていう、なるほど、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、どんどん贔屓にしていただければなと。そうですね、思います。おっと、お、来た来たね、これ。え、なんでわかるんですか。これ来たね、これ来たね。リーチ名、うん、リーチ名ですか。いや、リーチ名ちゃかったね、あれ。えほら、あ、ね、おそれ2画目じゃないですか。そうそうそう、ゲチェナナってやつですよね。マジですか。そうっすよ、これも隠れちゃってますよ、隠れちゃって、早押引いた方が勝ちやったよね、今日。いや、違いますよ。あー、バケ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 さんや、バケなんでね、もう揃えた時点で、ゲチェナナって言われてますね。そうね、揃えた時点でね、やっぱり。おめでとうございます。いや、この音はすごいいいですよね、うん、懐かしいですよね、ずっと変わらず、はい。
デスソース以外にもセンブリ茶も用意しようぜって言われますけどね。センブリ茶もなんか苦いって話ですよね。はい、ご用意させていただきますね。ご要望ということなんで、上から目線あざーって言われてますけどね。関東 vs 関西のサマイ対決はよーって言われてます。あ、そういうのも ね、 ね、なんかできれば面白そうですからね。そうですね、はい、生でね、やらせていただいたら、はい、ぜひね、面白いですよね。企画させていただきたいと思います。これでチェに来なかったら多分単独だからボナズから揃うっていう、さっきのね、同時抽選の、はい、感じですね。関西に住んでるから関東どうでもいいやって、いや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 、両方見てね、面白いからね。はい、だからまたね、もう一人ハテナとんはんはほんまあかんでとか書いちゃダメっつってんのこれ、本当にもう本当にね、お願いしますよ、本当に関東情報いらんとか言われない、ちゃんと全部見てね、本当お願いしますよ。困ってる松浦の声が面白いって困らせないで、だから本当にお願いしますね。ゲッチェナナーって、キコーナの接客が、接客がどうなんですかね、これね、いいっていう話ですかね。いいから負けても許せる、おーらしいですよ。キコーナの接客がいいから負けても許せるということで、嬉しいですね。いや、それは一番嬉しいかもしれないですね、お店的にはね。はい、関東は10日で関西よりも設定入ってるよって言われてますけどね。まあ、ね、その辺はね、なんとか言いにくい、申し上げにくいところなんですけどもね、関西も頑張ってますよということでね、はい、はい。関東 vs 関西、店長代表3名ずつさだまい、さまい対決、負けたらその店、その店長の店は翌日オール6って何年前の話だよって話ですよね。すごいな、15年前ぐらいの話かって感じですけどね。はい、でき、ね、できれば本当いろいろね、あのいい時代はなんかいろいろ盛り上がった記憶はありますけどね。そうですね、はい、昔はね、何でもできましたので、何でもやってましたね。今はダメなんだよね、それね。なんかスタンプカード、ビッグボーナス1回ごとに、はい、あのスタンプカードにスタンプをして、はい、30個貯まったら設定6が打てるとか、 ありましたね、なんかね、そんなんもありましたから、ありましたね、はい。あ、船員はめっちゃいいのにバイトの男は接客あかんでって言われてますよ。かしこまりました。すぐに改善させていただいて、ね、そうですね、なんか不快な思いされたことがあるんでしょうか。なんかね、あの、もし詳しく言っていただければね、ご要望としてちゃんとお伝えしますんでね、はい、はい、お店とか、あの、なんか具体的な内容とかね、言っていただければと思います。設定いじれたらマジで面白いのになーって言ってますけどね。いやいや、それはそう、わかるけどもみたいな、はい、はい。アドリブ王子とか読んで、そういう時代のイベ話見ると羨ましくなるっていうことだね。あ、そうですね。まあ、まあね、昔本当に何でもありな時代はね、ありましたからね。本当に何でもありでした、ね、はい。えげつない時代もありましたけどね。そうですね。まあ、貴公な、ほら、あの、法令遵守ということで、そうです、はい、ちゃんとね、はい、守らないといけないことはちゃんと守ってね、営業してますんでね、はい、はい、ぜひ遊びに来てくださいということで、はい。はい、将来帰省するから面白くなくなるんだよって言ってますけど ね、まあまあね、打ち手からしてみるとね、面白くなくなった部分も確かにあるかもしれないですけどね、はい、ご容赦いただければなと思います。だからもう店員の接客どうにかならんのかな、ゲス顔とかって、俺にまたそうやって、あの、地雷踏ませようとするね、コメントがね、他店様のコメントをね、どんどんこう嬉しそうに書いてくるやつがいるんですけどね、もう読まないからな、もう読まないけど、みんな見てるんだからあんまり書くなよ、この本当に、あんまり、あの、あれです、本当にうちの褒め言葉書いてみたいなね、聞こうの褒めてみたいなね、そうです、お願いしますよ、本当に。あ、気候の鎌田のメダルが汚すぎておしぼりが欠かせないということなんで、あ、これはじゃあぜひぜひ本社に伝えておきますんでね、はい、はい、分かりました。洗浄がきっちりあれですかね、できれしきれてない感じとかあるのかな。バイトの男にお使い頼んだら返事もなしでだるそうに対応されましたって言われましたよ。申し訳ございません。鎌田の話ですか、どこの鎌田ですか、どこのお店ですかね、分かんないですけど、うちやったらもうすぐに改善しますので。そうですね、はい、ぜひお店もね、言っていただければ、まあ、お店っていうかそういうことがありましたよっていうのを前提でね、共有していただければと思いますんでね。はい、はい、入ったね、来ました、綺麗なリーチ名、いやー素晴らしい、7回る7、はい、綺麗なリーチ名、はい、まっちゃんちょっとハマってないですか、大丈夫ですか。めっちゃハマってる。あれ何、はい、ところでそろそろ違う台見せてくれって言われますけど、あ、すみません、移動しましょうか、はい、どうしますか、ジャグラー不発で移動ですか。光らせる。ジャグラー不発で移動、屈辱の屈辱のジャグラー不発移動。じゃあ次は、まっちゃん何、レイブ行きます。あ、レイブ、ね、なるほど、ね、了解です。レイブ、レイブ、はい、レイブに移動ということで、何よこれ、はい、じゃあ俺も移動しよう。あ、移動、店長も移動、どっちしますね、もう、はい、
A タイプ対決はあの微妙な感じということでそうそうまさかの光らせることなく終了、はい、微妙ということでね、はい、じゃあレイブいきます。はい、お願いします。あと夕方スタートどうしちゃったのこれ。ちょっと移動したいと思います。ほい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 、大丈夫かな。レイブは確か、はい、A プラス ART ですよね。はい、だと思う、はい、記憶があります。はい、なんか新機能のね、はい、なんか核変モードみたいなのがあるんですよね。ありましたっけ、全然覚えてないな。なんか1回揃うと核変に突入して何回も揃うみたいな、はい、なるほど。じゃあね、はい、次は何いきますか、うん、店長。そろそろ、あっとメタルスラックに座っております。メタスラに座っております。これはね、冗談として。あ、冗談なんだ。冗談ですね。あ、冗談なんだ。何行きますか。次はね、じゃあ、はい、鬼浜行こうかな。あっと鬼浜、これは横で手癖の悪いところを見せる気ですね、これは完全に。ああブブって早速挨拶代わりの一発を披露しておりますけども。いや、これこの子なんて名前ですか。これナイスバディですね。ナミス、ナミスバディ、ナミ、ナミさん、ナミさん、はい、すごいな。レイブ通称レイピーって書いてあるんですけど、そうなんだ。何回ビッグ狙うんやーって言われてますね。最近スロットコーナー押しぼろない時多い。押しぼりかな。押しぼり、はい、あ、すいません、すぐってことですかね。ぜひすぐ対応させていただきますんでね、はい、お願いいたします。15年前は良かったって。いや、本当にそうですよね。信頼広告すら禁止というのが意味不明なんだが、おかげで明日休みの機構が何が入るかもわからないと。まあまあそうですね、迷惑かかってる部分もあるとは思うんですけど、はい、一応ね、そういう決まりですんでね、はい、人を守っていかないといけないということになってますね。今ね、新しく言わせていただけるならば、機構のアプリができましたので、はい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 、アプリの中のカレンダーで天気日であったりとか、はい、そういうのが今全部見れるようになってますので。なるほど、11日からね、ダウンロード開始ということで。そうですね、はい、ぜひダウンロードしてインストールしていただければいいかなというふうに思うんですけどね。わかりました。そこで全店のね、情報を見れますので、はい、なるほど。 iPhone、Android 両対応ということでね、機構のアプリで検索していただけると出てくるという形になってます、ね、どんどんここから新しいね、はい、さまざまなサービス追加していくと思いますので、なるほど、ぜひインストールしていただければなと思います。わかりました。ぜひね、皆さん全員ここを見てる全員落とすとようにということでね、はい、お願いいたします。さあ、店長、鬼浜ですね。そうですね、鬼浜外科行きます。さあ、これマックスボタンなかったんですね。バンカー編ということで。ああ、そうですね、そうなんですよね、この特殊な筐体ということで、レバーがね、マックスベッドボタンを兼ねているという。そうなんですよね、はい、特殊な筐体、ちょっと見えますかね、こんな感じでね。まあ皆さんご存知だと思いますけどね、はい、これレバー2つに分かれているの見えると思うんですけど、これがマックスベッドボタンを兼ねているということでね。そうですよね、はい、で面白い筐体になってますね。でしかも一個一個止めなくていいんですよね。滑り押しで全部止まるボタンなんですよね、はい。だけどね、僕あんまこれ好きちゃうんですよ。お、なんでですか。ちょっとかっこいいじゃないですか、バラッてこう押したい。ああ、一個一個ちゃんと押したい。押したいですね。あ、なるほど、なるほどね。おっと、まあ、そういう方もね、結構いらっしゃるかもしれないですね。大東店おすすめ店員はって言われてますけど、おすすめの店員さんとかいらっしゃるんですか。まず社員で、はい、小島というさっきのねものがいるんですけど、はい、まあとにかく、はい、男前、甘いマスク、はい、はい、男前よね。なんで、まああれは一見の価値ありだと思いますよ。なるほど。これは男性の方もですね、はい、はい、あ、こんな綺麗な顔のやつおるんやなと。男性も女性も魅了される顔ということでね。 BL やで、BL。 あー、 BL? BL やね。ボーイズラブ、ボーイズラブ。なるほどね。あ、恋が芽生えるぐらいいい、 いい男ということでね。いい男ですね、 BL です。いや、だからたまにね、こう仕事終わった後とか、はい、一緒に外、ね、プライベートで、はい、飯食べに行ったりとか、はい、歩いてるとやっぱね、女の子が、はい、小島をこう振り返るんですよ。そんなに、はい、すごいですね。何あの人かっこいいみたいな。いや、それぐらい、はい、僕らは見慣れてるから、はい、あれなんですけど、やっぱこう旗から見たら相当かっこいいんだなと。あ、なるほどね。
北つながりのテイルズもあるぞって思ったけどね北電子のねテイルズもありましたけど残念ながらね、はい、レイブということでね、はい、店長そろそろメタスラをって言われてますけど、ね、ああ冗談かって言われてます鬼浜サンクスって言われてますね鬼浜ですね、はい、まあいろんな機種ね本当にご空ありますので、はい、そうですね楽しんでいただけると思うんですけどねこれそのカレンダー特別に光ってる日とかありますかって言われてますけどね何のことかよくわからないそんな日はありません6にしたって言われてます1にしたんだよって言われてますけどね、はい、これそうそうそう店長設定いくつですか今、これは6です、ね、あこれは6なのこれは認める方向なんですよよくわかんないよくわかんない感じですけど、ね、天の弱なんで、はい、1やって言われたら6なるほどなるほど貴重な加古川店でなんかしてって言われてますけどこれはあれですかね番組やってくれってことなんですかねあなんか企画ですかねまあ、なんかさっき言いましたけれども、はい、関東でもね、はい、番組スタートするんで、はい、そうなんですよぜひねいろんなところでね、はい、ご要望いただければどんどん、ね、増えていく可能性ありますんでねそろそろねウェスカーも読んで、はい、一旦ねあウェスカー呼ぶんですか大東にウェスカーもね、はい、ちょっと一旦来てもらおうかなと思ってるんですけど、ね、いやいいですよ別にウェスカー来なくて、はい、松浦さんが一番嫌いですからねウェスカーのこといやいや嫌いじゃないんですけど面倒くさいんですよウェスカー来ると本当にしつこいですよね本当にもう番組の構成がぐちゃぐちゃになるんでねやめてくださいね本当に大東ちゃんのほらこう綺麗にまとまってるんだから別にウェスカーは来なくても大丈夫ですからねなるほど大丈夫大丈夫はい、うほーって言われてもホモが反応してますけどねこれここは社員は全員笑顔が良いって言われてますありがとうございますありがとうございます、はい、でもほんまバイトのおそばの男は接客あかんって言われてますあすじゃあちょっとね今ね本当に接客に力入れていこうと思ってますので、はい、じゃあ ねぜひ改善していただければなと思います、はい、変わっていくところをね見ていただきたいなと思います、ねはい、なるほどねそうですね振り返られてるが横歩いてるまっちゃんは涙目やんってねいやそう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 ひどいその女子からしたら私見えてないんですけど、はい、あーなるほど、はい、空気なわけです、ね、小島しか見えてないなるほど店長都市伝説引いてって言われてますけど都市伝説って何そういうのがあるんですか何鬼浜伝説いやちょっと存じ上げてないんで教えていただければあーちょっと申し訳ないですね鬼浜はもともと1だったやつを6にしたよなつまり…って言われてますけど店長はモテるって言われてますけど店長どうなんですか店長はね、はい、もうおっさんですので、はい、そのモテるとかモテないとかないですねあそうなんですか仕事に一筋ですからはいえ店長って結婚されてるんですかいやいや独身でございます独身なんですかそうですねじゃあ彼女募集中ということで、はい、そうですねわかりましたじゃあ店長の彼女になりたい方はねぜひメールアットマークキコーナー58ここまで、ねドット PWORLD 出ないドット JP いや出てますよ出てますね大丈夫です、はい、58ドット PWORLDJP までねメールしていただければと思いますこれすごいねこれ見て何がすごいの言うたいだけ真似したいだけすごいなと思って店長次回下克上でイケメンをカメラさせて松浦含め3人で打とうって言われてます、ね、ああなるほどなんでみんな俺に打たせたがるんだよよくわかんないですけど、まあ、松浦さんもスロッパーですからね、はい、結構いやいや全然ですよ、ね、俺目押しできないって有名ですからねニガラッシュはデモ機以外でほとんど本当に見たことないなって言われてましたニガラッシュって何ああ公平か公平ね20番分の1の最強フラグだっけってああそうなんだ突入率20番分の1らしいってことでへそんなん引くんやったら宝くじ引きたいですねいや本当にそのレベルですよね20番とかいったらまっちゃんの接客いつも優しい ありがとうございますあ素晴らしい、はい、お褒めの言葉いただいてますよありがとうございます、はい、店長は手癖が悪いから彼女は無理だそうなんだありがとうございます来た松浦内って来てないからね俺打たないからいや来週やります、はい、やらな やらない、ね、そういう声あるんやったら松浦目押し一番うまいよねってうまくないから俺本当にもちろんあれですよ松浦さんも罰ゲームありますから、ね、罰ゲーム参加してもらってくださいよ本当にそうやってみんなね俺にっていうかねじゃあ松浦さんは、はい、どっちが勝つかにかけてもらって何ですかでそれが外れたら一緒に罰ゲームみたいな何うまい設定考えてるんですかなるほどやめてくださいよ嫌、ね、ですよそれいいねじゃないよ本当やめよう何みんな参加していただく何みんな乗ってんだよそれ賛成じゃないよおかしいだろ本当松浦ベッドタイム作ろうぜって絶対嫌だからやめてくださいねおじさん好きもおるやろって言われてますよ結構おっさん好きねいるじゃないですか女子で若い女子でいやいやもうねもう若い女子でおっさん好きいるかないやいますいますねもういますか、はい、なんか安定感がいいみたいななるほど、はい、いますよね絶対ねまあまあまあ人生経験はね豊富な方がいいっていう方はいるかもしれないですねそう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 
絶対いますよね。業界歴10年選手の松浦の底力って言われますけど、ね、俺の話で盛り上げるの やめてもらっていいですか、ね、まあどっちが当たっても罰ゲームということで、ね、いや本当にその通りなんですけど、あ、ちょっとそろそろ時間なんですけど、どうしますか。え、もう、はい、そうですね、はい、もうじゃあそろそろね、出玉対決になってるんですかこれ。いや今日はね、まあ多分ね、はい、まっちゃんが罰ゲームしてくれるはずなんですよね。あ、そうなんですか。ここはちゃいましたっけ。ちょっと、どっちしろ、はい、ね、お当たり回数はどっちが多いの。いや、ダントツ、ダントツやね、まっちゃん。そうやね、はい、じゃあ今日はあの、メダルは私の負けということで、これちょっと待って、はい、お、デンジャー柄、あー当たった当たった、あ、デンジャーズ柄、うん、え、じゃ今押しましたね。これ大丈夫やね、これ店長が押しました。あ、ほんまや、ね、こっちから押しても大丈夫や。松浦さんが賭けしてひいきの実況するのを見てみたい。あー、なるほどね、こっち勝てこっち勝てみたいなね、はい、ほらね、これ何狙えばいいのかな。いやいや、確定してからやと思う。揃っちゃうみたいな。あ、揃わない、ダメ、うんうん、いや、完全にワンピースにしか見えないですけどね。ワンピースですね。あ、ワンピースということでね、見事ボーナス確定とか、おめでとうございます。赤菜を狙う店長、初めて罰ゲームやろうかで、ね、これね、罰ゲームやりましょうか。これも多分当たったけどね。お、本当ですか。うん、これも多分当たる、うん、延長で、延長して、延長って言われてますけど、延長、はい、店長、ここで今都市伝説かフリーズ引けば逆転勝利だぞって言われてますけど。やりました、ほら、カットビゾンね、カットビゾン、お、カットビゾン、これはね、多分当たるカットビゾン。そうそう、これこれこれ、この、これなんていうキャラかわかんないですけど、はい、これプル、プル、プル、いや、わからん。このプルが揃うと、そんな感じやったような気がする。プルが揃うと、はい、プル揃い各変ゾーンに行くんですよね。なるほど、そうそうそう、はい、で、その1回揃ったらもう次からめっちゃ揃いやすくなるみたいな。なるほど、プルーって言われてますね。あ、プルー、プルー、惜しいよ、ほら惜しく、プルーらしい、はい、鼻もげらって鼻もげら、完全鼻もげらですよね。そっちの名前の方が合ってるよ。じゃあどうしますか。ちょっともう罰ゲームとか考えたらあんま時間ないですけどね。そうですね、じゃあ30分だけ延長しますか。いや、このカット日が終われば終了でいきます。はい、わ、はい、かりました。じゃあ最後のカット日、ね、延長して30分延長したらもう1機種ぐらいなんか打てを出そうな気もしなくもないですけどね。今ちなみに来場者数どれぐらい。来場者数337名の方に今来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントかなり多いですね。444コメントいただいております。ありがとうございます。ふん、さあぶっ込み、ぶっ込んでいくんでよろしくということで、ね、カットビゾーン入ってますけどもね、店長見事、うん、なかなか爆笑気候のチャンネルおもろいって言われてます。ありがとうございま す。あ、これアカンパターンかな、結構ね。お、よろしく、よろしくということで、お見事、素晴らしい。どうします。はい、いや、もう延長しました30分。あ、はい、多分どっちにしろ時間多分最後が足らないんで、なんで、あの、もしあれでしたら最後1機種ずつ打っていただいて、はい、最後罰ゲームして終了みたいな感じで、ね、分かりました、はい、お願いいたします。はい、乗ったりちゃんと米対応してくるには嬉しい。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。しますよ、はい、その辺はなるべくね、ちょっとね、全部ねコメント読み切れなくてね、申し訳ないですけどね、こっちか、はい、頑張ってます、はい、できる限りねコメント読んで、はい、対応させていただきましたので、ね、よろしくコメントをたくさん入れていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、今ね、スイカから入りましたね。お、やっぱりね、ロックはスイカから行くんで、はい、なるほど、成り上がりボーナス、うん、なかなかスイカからね、ボーナスいかないんですけど、ロック、はい、だけはね、別格でスイカから行きますね。これはロック、ロックを公言し続ける感じなわけですね。これはね、先ほどは固くなり1であるということを言ってましたけど。でも鬼浜野の設定ロックも確か2000ゲーム回せば分かるみたいな言われますよね。そうね、そう、スイカからね、本当に行くんですよ、はい、へー、じゃあ結構設定カンパとしては、あ、そうですね、まあ 6で言うと結構設定カンパしやすいみたいな感じ。6で言ったらカンパしやすい、なるほど、だと思います、はい、延長もしてくれてありがとう。延長珍しいよねって、ありがとうございます。ありがとうございます。要望にね、お答えして延長させていただきました。え、スイカから入ったら特攻確定じゃないのって言われますけど。あ、そうなの、確定してるんですか。いや、してないんで、もしかしたらじゃあ前兆だったかもしれない、ね、あ、なるほど、まあ、ゲーム数の前兆で打ち替えてたんで、スイカかゲーム数どっちかやったんで、はい、あ、なるほど、まあ
そういうのありますよね。 A タイミングで引くとどっちで当たったか分からないみたいな、分かんないパターンね、ありますけどね。で6だけはスイカ本間用意いくんですよね。なるほど。でも関東店は面白くないんだろうって、いやいやいや、関東の放送も面白いんでね、ぜひ見に来てくださいね。はい、よろしくお願いしますよ。マジは設定1だから海岸チャンス当たらなかったんだよなって言われますけどね。そうっす、はい、海岸入りましたけど、海岸だけは引きで行ったんですけど、はい、海岸は当たらなかった。鬼のような引きですねあれ、あの引きは凄まじく引いてましたけどね。海岸だけはね、引きでね、はい、位置でも行ったんですけど、海岸だけやったら引いてましたけどね素晴らしい引きですね。さあ、ということで残り放送自体が35分ぐらい、はい、でシダーがあと20分ぐらいですかね。了解です。はい、ガイドをします。はい、なんでもし何かまたご要望があれば、そうですね、はい、打たせていただきます。ゴスロコーナーね、いろいろ面白い機種ありますんでね。そうですよ。はい、ぜひご要望ありましたらおっしゃっていただければ思います。さあ何打とうかな。最後何いくの、どうしよう。だからバイオって言われてますね。あ、バイオ、バイオ忘れてたね。バイオ打ってなかった。バイオ行きますか。バイオ打ちましょうか。はい、あ、バイオそっちなんですね。はい、あ、バイオ2台あるんですけど。なるほど。バイオ行きます。バイオ、はい、花のケージって言ってる方もいらっしゃいますけどね。じゃあバイオでとりあえず。バイオでいいですか。はい、行ってみたいと思います。はい、バイオハザードは設定変更してるなら、はい、恩恵がめちゃくちゃあるんですよね。バイオハザード設定変更のなんで、今はちょっとね、設置してるお店もなかなか少なくなってきましたけど、はい、リセット狙いがすごく有効な機種ですね、現行機種の中で。なるほど。設定変更で4分の1で、128ゲーム以内に引けますからね。なるほど、はい、おっと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 、まあまあ少なくなったとはいえね、まだまだ、まあそうですね、はい、まだまだ現役で使ってるお店もありますね。じゃあ次ケージ行こう。お、ケージ、ケージ、いやいいですね。ご要望には全てお答えしていくスタイルということで、全て打ちますよ、はい、今日は。ケージ、どっちのケージですかね。初代と、あ、そうですね、新ケージありますけども、新、はい、新ケージというか、あ、シュラ、シュラと、天に愛されし男と、はい、2つありますけども、どっちのケージですかね、言っていただければ。そうですね、はい、シュラでいいよって言われてますよ。シュラ、はい、じゃあシュラケージいきますか。シュラケージいきます、はい、わっと。さあシュラケージもね、なかなかいかつい機械としてね、有名ですけどもね。いやシュラも好きなんですよ私。はい、面白いですよね。シュラおもろいんですよ、はい、ちょっとあのね、はい、一般的な評価としてはちょっと、はい、辛いみたいな、そうですね、感じなんで、ちょっと敬遠しがちなんですけど、はい、いや面白いと思いますよ。本当に面白いと思います、はい、爆発力ありますからね、はい、夢もありますし。そうですね。さあということで、シュラケージに店長の、おっとっと、待ってくださいね。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、では原のケージ、これより我らシュラに入るね。そうですね、はい、打っていただきたいと思います、うん、いきます。ジャンレイプ、あれ、ちょっと待っていやー、10メートルのケーブル持ってきててよかったな、本当にこれ。ちょっと待ってください、ね、あ、なんですか、大丈夫ですか、はい、あ、じゃあボンバーパワフルのね、省電力モードをちょっとお楽しみいただければなと思います、はい、遊戯可能ですって書いてますんでね、マッチさんとはね、これぐらい離れてる感じなんですよ。結構離れてる感じですよね。そうでしょう、はい、こんな感じですね。ゴスロコーナー全体こんな感じになってますんでね。はい、はい、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。はい、お願いいたします。マッチさん何、バイオ。バイオです。これバイオ、じゃあ今日ウロボロス入れなかったらまっちゃんの負けな。無理でしょ、勝手に勝手にルールを変える店長権限ってことで、完全にパワハラですけどね。完全にパワハラ。店長入ってますね。これパニックゾーンいきそうですね。なるほど。だから違うね、ウロボロスやね。ちょっとずれてるな、ちょっと待ってくださいね。そのね、パチンコみたいなシステムいいですよね、保留玉、保留、保留ね、はいはい、パチンコっぽいですよね。だこういうのも楽しいですね。そうですね、いろんな台ね、はい、本当にそうですね、なかなかこの企画好評ですね、いろんな台見せれるっていうのはね。そうですね、はい、あ、うんうん、シュラがということでね、シュラシュラということでありがとうございます
押し順間違った人の押し順をいたずらするから自分も間違えちゃった感じ。保留進行停止中、はい、あーダメですね、ペナルティですね。お城にシラあるんだ、ホームページ載ってなかったっすって言われてますけど、シラありますよ、ありますよ、しかも、はい、しかも2台ありますよ、はい、2台並んでるんで ね、ぜひ打ってください。ちょっとそれは早急にホームページ直さなきゃダメですね。そうですね、はい。まっちゃん、俺女の子をゲーセンに連れてったら彼女になってくれたよって言われてます。ラブジョー、あーラブジョー、ラブジョーでの話でアフターでゲーセンに連れてったら彼女になってくれたということでありえないだろう、ありえない、おかしいだろう。個人的には評価高い、あ、これ刑事の話ですかね、はい、そうなんですよ、まあ、なかなかね、賛否両論っていうか、エウレカも多分そうなんですよ。あー、なるほど。エウレカも、はい、結局、私が思うにですけど、はい、ゲーム性最高なんですよ、はい、エウレカって、はいはい、ただそのスペック的な部分で、はい、煮え湯を飲むというか、なるほど、そういう方が多分多いから、うん、若干ね、敬遠してしまうっていう場面もあると思うんですよね、はい、めちゃくちゃ面白いですよ、エウレカ7。出ない出ないとかってね、やっぱり言う声が多いよ、はい、かなりやっぱりこう、ね、波がマイルドというか、はい、そういう台なんで、そうですね、こう、跳ねない、はい、デラマが跳ねにくい台なんですよね。まあでも、今日の先ほどね、発表したランキングでは、エウレカ2台、そうなんですよ、ランクインしてて、今日はちょっと跳ねてくれて、はい、7000万、はい、7000機構でしたっけ、7000機構が2台、はい、なるほどね、はい、ということで、まあ、そういう状況ももちろんあるということでね、まあ、もちろん今の台はね、薄い、はい、薄いとこばっかり引けばそう跳ねるんですけど、そうですね、なかなかね跳ねやすい跳ねにくいってあるじゃないですか、はい、はい、跳ねる待ちみたいですもんね、そうですね、自己待ちとか言われますけど ね、はい、まだゲーム性エウレカ面白いですよね、はい、いや本当におもろいと思いますよ、そうですね、音とかね、映像とかもすごい、ね、いいですね。個人的には2013年で、はい、で出た台で一番おもろいんじゃないですか。おそこまでいっちゃいますか。はい、そうなの、だからそこにスペックの部分が絡んでくれば、はい、はい、マイク切れた、大丈夫、ああ、すいません、はい、もっと面白い、もっと、はい、評価されたんじゃないかなと、なるほど、思うんですよね。今日めっちゃ楽しいって言われてました、ありがとうございます、ありがとうございます、またね、毎週やりますね、見に来てください、そうですね、はい、来週は松浦さんが出るっていう噂もあるんで、それか指名をして一緒に罰ゲーム参加するっていうね、そう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 、じゃあカメラ誰がやるのって、どっちかしか、あのカメラじゃあ小島が、はい、ね、イケメンの小島ができないできない、5円じゃなくても20円でもいろんなスローで対決するのもありじゃないって言われてますね、あ、そうですね、はい、ありですね、面白いかもしれないですね、次クランキーコレクション打ちたいな、あ、クラコレとかマニアの方とかね、はい、大喜びかもしれないですね、いや私のビタ押しの技術をちょっと見せたいなと思って、はい、なるほど、店長大丈夫ですか、若干トラブってますか、あ、ちょっと正直上は、はい、はい、大丈夫ですかね、はい、なんでスローなのに保留あんだよとかいうやついるけど、いちいち32ゲーム回すよりよっぽどいいっていうふうには言われてますね、そうかもしれないですね、結構反応ゲージって、はい、その6分の1ぐらいでチャンリップ引くんですけど、はい、そのチャンリップ引いたらロゴが開いて、はい、そこにうまいこと熱い保留がいかないといけないと、そうですね、なんでそのタイミングがずれまくってると、はい、結局ね、なんだよみたいになっちゃう人もいるんですよ、ね、そうですね、まあまあよくあるパターンですけどね、見えるぞ母じゃと小次郎の邪神が出てきた画面そのまま読むのやめていただいてもいいですかすいません、ジエンドぶっこんでもいい方に触れないと増えてくれないからなって、あ、ジエンドモード ね、 そうですね、はい、昨日ね一応ね梅北店で、はい、エウルカ7配信してですね、あ、そうなんですね、はい、ジエンド見事入ってですね、あ、そう、はい、デナマが跳ねた、ね、瞬間を見ていただいた感じだったんですけどね、ケージとエウルカなら断然ケージかなって言われましたね、エウルカ押すとかセンスなさすぎって言われましたよそうなんだ、まあ、ゲーム性で言ったら私2013年で一番だと思いますよ、はい、そうですか、本当に、敵の方がねやっぱ順増は早いんで、はい、まあまあね、当たった時の面白さっていうのはやっぱり敵の方があるかなとね、なるほど、思いますね、いっそゴリラ主任読んでレポーターやらせればって、金曜日ねゴリラ主任、サイト店の第3はね、たまに俺の代わりに MC やっちゃったりするんですよ、あ、そうですか、俺の方がうまいとか言ってね本当に勘弁してほしいんですよね、はい、あれはチューチェーバーやら 25% でボナ引いたりいろいろ美味しかったってこと、あ、おかしかったってこと、そうなんですよ、昨日ね中段チェリーもボンボン飛び出してね、なんか薄いとこ行ったわけですね、いやそうなんですよ、中段チェリーのバー揃いとかねバンバン引いてねすごい感じだったんですけどね、
初代エウレカは神台って言われてますね。まあまあまあ初代は誰もが認める神台、ね、そうですね。2013年 の、 あの総合ナンバーワン機種みたいなのはなんか個人的なあの機種でこれが一番良かったみたいなのってありますか。いや私はエウレカ7を押したいんですけど、はい、僕はねやっぱ獣王ですね。あ獣王世代なので。おなるほど。やっぱりねあのサバちゃんの音楽、はい、着信音にしたい。なるほど。それしか言ってないんですよね。ちょ毎回前も全く同じことを言ってます。そうなんですよ、ね。はい。やっぱサバちゃんがねやっぱ面白いですよね。はい、なるほど。あのお客様の支持率っていう意味ではどうですか獣王。獣王はいいですよね、はい、やっぱり獣王はいいですね、はい、ダチョウもね、はい、6択を2択を6回当てるという夢がねあやっぱりなんか人によってはねダチョウの2択を最後まで揃えるだけの簡単なお仕事ですとかって言ってねあれだけしとけば勝てるみたいなねこと言ってますけどね。いや、まあ、確かにね、はい、そうなんですけどねそこができれば勝てますからね。そうですよね。あとそういうならやっぱり北斗転生、はい、あやっぱりね、そうですね、転生はやっぱり良かったですよね。2013年結局出る前とかは賛否両論ありましたよね、はい、そうですね、あのシステムに、はい、安倍システム。いや俺もなんか正直、はい、北斗ダメなんじゃないかなってちょっと思ってたんですけど開けてみるとねいや良かったですね、はい、見事安倍システム、はい、大ヒットということでね。個人的にはゴッドって言われて、俺転生って言われてますね。転生、やっぱ転生ですね。転生も本当よくできてる機械ですね、はい。よくできてますね。いやなんかでも最初あれですよ、ケンシロウがボンボン負けまくる映像とか見てあやばいなとかって思いませんでした。思いましたね。しかもなんかケンシロウがバーでお酒飲んでるでしょ。そうそうそう、通常に。はいはい、ゴルゴ13かと思いましたけど、はい、何やってんだよみたいなね。まだだじゃねえだろうみたいな気はしてたんですけど見事ね大ヒットということで。で、これはちょっとあれなんですけど、はい、業界に精通してる人の話聞いたことがあって、はい、でその人が言うには、はい、現行の AT 機種ですよ、はい、AT 機では、はい、一番甘いのが北斗転生ってその人言ってましたね。おなるほど、はい、かなり信憑性高い人物の発言です。なるほど、はい。まあなんかね、メーカー発表値よりも全然こう出率っていう意味では甘いんじゃないかとかってね、はい、いう話をされてる方もいらっしゃいますもんね、はい、そうですね、はい、あコメント欄いろいろ言われてますね。個人的にはゴッド、エウレカは2は機種説明書に異様に力入ってるのはすげえと思ったって言って男塾男塾あまあね、まあ、完全マニアの方というか、やっぱ瞬発力あるのが好きな。いやでも男塾も相当甘かったっていう。いやいやいや、はい、めっちゃ辛かった。あ江田島爆撃行ったら終わってしまうという、ね、めっちゃ辛かったんでしたっけ。めちゃめちゃ辛かったですよ。あそうでしたっけ、はい、今年は窓かマギかやろうって言われますね。窓マギね、はい、爆裂の大きさなら鬼浜は夢があったって化け物語っていうんですね。まあ化け物も入ってくるでしょうね。化け物良かったですね。良かったですね。でサミーの当たり年って言っていいんじゃないですかね今年はね。そうですね、はい、サミーはだけどね基本本当に当てますよね。あそうですか。まあ転生化け裏切らないですね、はい、感じでね、うん、効果機動隊もね年の始まりでしたけども結構良かったですからね、はい、いい機会でしたからね。まあ、確かに思ったループに入ればかなり軽いぞって。あとコードギアス、うん、ああコードギアスね。コードギアスね、はい、CR 気候な大当店があれば打つっていやほんまですよ。本当ですか。しかも気候なじゃない気候な大当店。CR 気候な大当店。じゃあ私全回転キャラで。あプレミアということでね。プレミアキャラでいいんじゃないですかそれ。山沢は肉で見放したけどゼーガで見直したということで。あゼーガペインね。ゼーガも、はい、よくできてるなと思いますね、はい、あんまりこれも評価、ね、受けにくいんかなと思うんですけど、はい、打ってみたらなかなか味のある。そうですね、噛めば噛むほど味が出るみたいな台ですね。なんかゼーガとその後のスタードラか、スタードライバーとあの辺の2作は大ヒットっていう感じではないですけど、はいはいはい、そこそこのヒットって感じですね。そうですね、評価は高いですよね。多分好きな人がめっちゃ好きみたいな感じだと思うんですよ、ね、はい。松浦は右打ちのセリフだけやなって俺右打ちって俺がこう収録するってことですね。CR 機構の中左右の右ってことで、ああ右って感じですね、はい、
ちょっとあれですか、ボリュームちょっとカメラじゃないわ、電波がマイクがね、はい、おかしい、ちょっとおかしいですね、はい、どうも。おい、当たったぞ店長ということで、店長当たり、当たったの、これ大当たりエンジン名シーンですよね、こうちょんまげをねこう曲げてね、はい、ジレフスっていうシーンです。あーなるほどね、このねプレミアはウェスカー全回転でって言われて、ウェスカー、はい、それはいいかもしれないですね、はい、おにぎり出てきたら CR 機構な絶対リーチにならないですからって、ね、おにぎりさんね来ましたね、今年一番の区素材はエヴァって言われますね。エヴァ ART ね、はい、2013年の最低の台も教えてくれて、いやいやなかなか最低の台とかねちょっと言いにくいと思いますけどもね、あ今年じゃないね、去年だねもうね、そうそうそう2014年なんでね、なるほど、バトルタイプでまっちゃんが戦うのが店長出現で大ピンチってことなるほど、店長が出てきたらやばいみたいな、天敵出現みたいな、あれさらっとあのストーリーにって言われますね、ま、目押し松浦リーチ揃ったら大当たりってどういう意味だよ、なんかすごい音がしてきましたね。さあ千機ちょっとパニック抜けたんでやめます、はい、はい、これ来たね、パニック抜けたんでやめます、もう時間があと3分ぐらいですけども、 いやなんか3分でじゃあ、はい、何行きますか、もう時間ない、はい、あまりないですが見事お大工場戦ボーナス、はい、ゲットということで素晴らしい、ありがとうございます、いやこれメダル枚数的にはどうなんですか、いやまっちゃんが勝ってる、多分勝ってますね、メタスラとレイブの分を換算すると、そうですね、戦後5投目か、まあ、こっからだけどね僕3000枚ぐらいは行く予定だったんで、はい、あーなるほどね、まあ、予定まで加味した僕の勝ちなんですけど、なるほど強がってますけどね、はい、どうですかね、じゃあこの辺りで、はい、そうですね、終了としますか、はい、終了とさせていただきます、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、じゃあどうしますか、ここでしますか、広いところで、そうですね、はい、あどっちでしますか、ちょっと、はい、あちょっとお待ちください、あわかりましたはい、ぬるくなっちゃった、はい、あじゃあその間ケージで、そうですね、ちょっとケージ打っときます、あ若干ケージ打っていただく感じで、はい、はい、じゃあちょっとね準備しますね、もう少々お待ちください、はい、はい、さあ見事ね大工場戦ボーナス、ここでねまたここからこうループしていく感じがねやっぱ面白いんですよね、そうですね、はい、チュラがねやっぱいきなりチュラね、はい、ゴールゲームとか乗る時もありますからね、ありますね、夢がありますよね、そうですね、天部行ったら夢ありますよね、そうですね、天部の極み まだね配信ではね、はい、ケージ結構たくさん配信させていただいたんですけど、はい、天部の極み配信ではまだちょっと見せてこうお客様に、ね、見ていただいたことはないんで、あそうですね、はい、あと、まあ、私も引いたことないですけど、ね、あと3分ぐらいあるんであんまりねだけど球児は打たないんで、はい、あそうなんですか、そうなんですよね、あと3分でじゃあ天部の極みぶち込んでいただくということで、そうこれぶち込んだらもう罰ゲームね、はい、あもう全然店長の勝ちでいいですよ、いやそうですね、はい、このわずかな時間で、はい、もちろんもちろんここで天部引いたら店長逆転って言われてますよね、もちろんね当然ですけどね、あと何ゲームですか、あと8ゲームですね、8ゲーム、さあ縄文突破できるかというところですけどね、ケージもあれですか、もうゴスローに入ってるんですね、そうですね、ゴスロー2台ありますので、はい、まだまだ寝台のイメージですけどもね、まあ寝台っていうほどではないですけども、まあそうですね、はい、まあ面白いんでね、はい、癖ある台なんで、そうですね、ゴスローでねじっくり回していただくのもいいかもしれないですね、さあ来ましたね、このホラガイの音、縄文突破できるか、ね、まあね、ダブルで行ってくれないとね、そうですね、シングルはなかなか難しいですね、そうですね、厳しいかっていうことです、あー残念、
ボナーもストックなさそうだしなってことで、そうですね、おーっと、あーないですね、歌舞伎玉チャンスですね。ロングフリーズでも逆転かなってことで、ロングフリーズ引いたらね、それはもう逆転で全然大丈夫ですけどね。さあ、黎明の時復活ですね。さあ、本日はね、ゴスロなんでも対決ということで、貴重な大当店のゴスロコーナーを自由に使っていただいてですね、出玉対決ということで、店長ムック店長と主任のまっちゃんが出玉対決を行ってきたんですけれども、おー、まっちゃん大丈夫ですかね、残り時間が若干不安になってきた感じなんですか。はい、大丈夫ですか。まあね、ゴスロコーナー52台貴重な大当店ありますんで、ぜひね、そうですね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います、ね、遊びに来ていただければなというふうに思います。そうですね、またね、ご賞なんで、はい、こんな台置いてほしいなとか、はい、あ、そうですね、ご要望あったらありましたらね、はい、どんどんご意見寄せていただきたいなと思います ね、 そうですね、はい、この機種をゴスロで打ちたいよみたいな ね、 そうですね、レトロな台とかでもね、はい、いいですよね、はい、ちょっとマニアックな台とかね、そうですね、あー来ましたね、ツイン3風の用心棒、あー懐かしい、風の用心棒ってまだ検定切れてないのかな、もう切れてて認定台探さないといけないような感じですかね。そうですね、あーさあさあさあ、あ、北斗翔、北斗翔って5号機のあれですよね、一番最初のやつ、最初の方のやつですよね。やっぱり皆さんそのレトロな台好きなんですね。ガレイかヒグラシ、あ、ガレイゼロはまだいけますよね、はい、はい、ヒグラシもまだいけると思いますけどね。うちのまっちゃんは戦国バサラ推しなんですけどね。あ、そうなんですか。バサラが、バサラ入れたい、バサラ入れたい、バサラもね、なんか動きそうなイメージありますけどね、ちょっとね、はい、ニーズはありそうですけどね。バサラどうですか、皆さん、はい、私バサラ好きなんですけどね、いいんじゃないですか、皆さんがもしね、私の、はい、私の勝手なエゴかも、エゴ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、どうですか、じゃあ最初にちょっと感想を聞いていきますか。はい、まっちゃん、はい、いかがですか、たくさん今日は打っていただいたんですけど、なんかこんな感じの、はい、今日はまあ番外編と、そうですね、下克上番外編ということで、はい、お送りしたんですけれども、はい、まあいろんな台を、もう合計何機種、6機種ぐらい打ちましたか。結構打ちましたね。カニ歩きもしましたし、はい、まあいろんな台見せれてよかったなと思うのと、そうですね、はい、あとは当店の5円スロット、はい、52台あるんですけれども、はい、まあ、そのラインナップも紹介できつつ、はい、まあいろんな画面も見せれてよかったんじゃないかなと。そうですね、だいぶゴスロの良さも分かっていただいたんじゃないかなということでね、はい、はい、店長いかがでした。そうですね、もう今日も楽しくね、はい、あの皆さんのコメントを聞きながら最後までやらせていただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、まあ、今日もね本当にお客様たくさん来ていただきまして、はい、またね、はい、本当の顔と名前をしっかり覚えていただきたいなと思ってますので、はい、またご来店をお待ちいたしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで一応ねもう忘れてるかもしれないけど、本日対決ということで、はい、出玉、はい、どっちが多かったんですか。いや、私の方が若干まあ3枚ぐらいやけど、私の方が多かったような気がするんですけどね。3枚ぐらいじゃねえよって話でね。はい、本日罰ゲーム、はい、それ何ですか、まっちゃん。これね、はい、おでん、おでんです。いや、冬、あ、寒い日が続いてますんでね。そうそうそう、はい、今日はじゃあその熱々のおでんを、でこれ今ね、はい、あの1500ワットの電子レンジで5分間、はい、やったきて、あ、完全 に、 もうすでに、ちょっとね、マジですね、違う違う、汗かきすぎてるからね、マジですね、これほんまにマジですね、大丈夫ですか。ガチの熱いやつ、はい、ガチの熱いやつ、あの普通の電子レンジって、はい、500ワットとかですから、はいはいはい、その1500ワットで、はい、5分間チンしたんで、はい、これはもう大変やと思います、ね、なるほど。でこれを二人羽織で、はい、私が店長に食べさせた、なるほど、店長にね、あーんしてあげるということでね、こういうことかな、そう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 、はい、あれ、あ、そうやね、はい、じゃあちょっと待ってくださいね。じゃあこういうこと、こういうことを、はい、そうです、ここで待っとった、待ってたらいいの、そうですよ、はい、待ってたらいいので、これちょっと開けますね、はい。じゃあ罰ゲームね、二人羽織で超熱々おでんを食べていただくということでね、はい、お願いいたしますね。店長分かってますね、はい、リアクションですからね、お願いしますよ、はい、すいません、はい、はい、
こんな感じで、はい、はい、そんな感じでね、はい、店長、はい、店長、あ、そうですね、はい、お願いいたします。はい、それガンマやで、それこれ何、これガンマやからやめた方がいい。ガンマ、いえ、ちゃんとね、汁が垂れやすそうなやつを、ね、狙って、あの本日買ってきましたね。すごい湯気立ってるから、はい、はい、じゃあ、夫婦して、夫婦、はい、ありがとう、夫婦、はい。いいよ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 、それ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 、そういう映像、そういう映像、そういう映像、いいよいいよ、暑いからもう、いいよ、あ、すいません、夫婦してからじゃないと、分かってるね、分かってるね、いいよいいよ、そういう映像、そういう映像、まさにまさに俺が見たのはそういう映像、すっかりなんかやっぱりね、すいません、どうも、いとこと大根残ってるんやけど、そうですね、ちょっとじゃあいとこはやめよ、いとこはやめますか、大根の方が良さそう、そうですね、大根、じゃあ、はい、あの行きましょうか、はいはい、いとこなんかすんごい飛んできそうな気がするちゃんとね、飛びやすそうなやつ狙ってね、はい、あの買ってきましたんでね、行きますよ、はいはい、ちょっと待って、どれ、はい、これ、あ、ちょ、それは大根やね、大根そっちいとこやけど、はい、それすっごい飛ぶ、じゃあ、夫婦あ、じゃあ、一回夫婦で、夫婦で、これ、ほんま分かってんね、君たち、本当に、はい、ありがとうございます。もうね、マイクも切れたし、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、押すなよって言われてるからね、はい、はい、ということで、ね、もうすごいね、はい、もうこの辺がね、真っ赤っかになるそうな勢いなんですけど、大丈夫ですか、はい、負けたんでね、めっちゃおもろいって、大めっちゃ湧いてますけどね、ありがとうございました、本当にね、ありがとうございました、もうこの辺痛いですからね、大丈夫ですか、はい、明日ね、じゃあ店長にね、優しいお声掛けをね、していただければなというふうに思いますね、はい、芸人より面白いって言われてありがとうございます、はい、ということでね、はい、じゃあ次回、はい、ね、次回の機種は何か決まってるんですか、まだ未定ではあるんですか、何かまたご要望ありましたらね、はい、どんどん大東であれ打ってくれとかありましたね、言っていただいたら、はい、わかりました、次が21日放送、21日でしたっけ、はい、そんなになりましたっけですね、はい、なんでまだバジリスクは早い、まだそうですね、27からになるんで、はい、そうですね、いち早くバジリスクやりたいんですけど、いやー多分無理だと思いますね、ユニバーサルさん的に ね、はい、それは見せれない、まあ、大人の事情があるみたいで、そうですね、はい、そうなんですよ、すいません、まあ、まだ機種は未定ではありますが、はい、引き続きこれ打って、ね、あれ打ってを募集してますんで、はい、何か ね、 ぜひぜひね、ご要望ありましたらぜひ、ね、楽しんでいただきたいなと思います、はい、ますよろしくお願いいたしま す、 します、はい、下唇が痛いです今熱々だったんでね、はい、熱々だったんでね、はい、次熱湯風呂お願いします無理だからそれは無理だからということね、はい、というわけでキコーナチャンネル火曜大東展リアル社員対決、はい、新月国城、本日はこんな感じでゴスロー、はい、何でも対決ということでね、はい、はいはい、お送りさせていただきました、はい、本日はもう日付変わって15日ということでね、そうですよ、はい、15日ですか、15になってますので、はい、日付変わりましたということで ね、 ぜひぜひね、はい、ゴスローこんな感じになっておりますので、はい、ぜひね遊びに来ていただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではまた来週お会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、ペンケンガラガラ、わおわおわお、そういう出た、そういうキャラなんだありがとうございました、ありがとうございました、ね、はい、ゴスローこんな感じになっておりますので、はい、ぜひね遊びに来ていただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではまた来週お会いしましょう、ありがとうございました、ありがとうございました、ペンケンガラガラ、わお聞く、わおわお、出た、そういう